人はいませんが、ゴーさんは鍵だけ置いて行ってくれたので、はい、ということでゲストの方にも来ていただいてます。松村かおりさんです。はい、どうも、お願いします。お願いします。いや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 、まさかの最初がゴーさん不在で絡むと思ってなくて、ちょっといずれあるかなと思ってたんですけど、そう思ってた。そうなんですよ。いやいや、よろしくお願いします。はい、本当にね、お願いします。はい、なんかゴーさんは今日の出演をですね、うん、何ですか、後藤真理子さんと眉村千秋ちゃんのツーマンライブに行ったということで、はい、あ、そうそうなんですよ。なんか DM でその2人のツーマンが決まった時に、うん、なんか僕行かないのはちょっとおかしい感じになってるので、川越の部屋でもやりませんかっていうのが来てあ、そうなんだ、はい、でなんか誰ゲストにしますかっていう時に、うんうん、その前に多分ゴーさんと、うん、松浦さんが多分2人で出た時に私の話が出た、うん、あ、出たそれでなんか、うん、面白そうなんでみたいな話が出て、うん、ちょっとじゃあぜひっていう話ではい、話が行ったのかなと思うんですけど、どういう感じで聞きましたか、依頼。え、でも普通になんか前のそのこのショールームの時とかも来たメール、はい、くれるスタッフさんから、はい、なんか何月何日みたいな、その郷さん休みで母子さんやるんですけどみたいな、どうですかみたいな感じ、本当にざっくり、ざっくりどうですか、理由はなく、いや全然スケジュール入ってるんで大丈夫ですよみたいな、お願いしますみたいな、そんな流れで、そう。いやでもめっちゃ変な感じですね。いやめっちゃ変な感じですよ。私もめっちゃ緊張してて、嘘だ。どうしようって。だって私あの川越の部屋って任されてますけど、うん、だいぶ先輩なわけじゃないですか。いやそんなことないから、本当に。いや本当先輩じゃないよ。全然先輩じゃないよ。どうしようと思って。あれですもんね、5月に辞めたばっかりなんで、そう今2ヶ月ぐらいですよね。やっとですよね。いやでももうフリーの先輩ですから本当に。いや先輩ですから本当、そこの面では。フリーちゃんと始めてまだ3ヶ月とか。先輩だから先輩。あんま変わんないですよ。なんかなんでフリーにしたんですか。もしかしたらいろいろ聞かれてると思うんですけど。あ、なんかね。でも私かごちゃんの方がめっちゃ気になるよ。いや特にあれですよ。じゃあ先に教えてください。でも、はい、なんか、まあ、事務所もいいなって思ったんだけど、はいはい、そのなんだろうな、まあやっぱさ、まあ、48とも46もそうだけどさ、うん、まあ、大きいじゃんグループが、はい、でなんか自分が本当はやりたかったとしてもちょっとなんかまあ、競合があったりとか、うん、まあ、自分が関係なくても、ね、はいはい、競合あったりとか、まあ、なんかどっかの顔色を伺ってちょっとなしになったりとか、うん、まあ、そういうのも多々あったりもしてたのを知ってたし、経験もして、なんかそういうしがらみなしでやりたいなっていうのもあったのと、あとなんか一回チャレンジでやってみたいなみたいな、うん、じゃああんまり他事務所に入ろうっていうあれもなかったんですか。ああ事務所ね、もうなんか話をしたところもあったんだけど、うん、まあ、でもそれだったら一回やろうかなみたいな、うん、それでなんかやってうまくいかなかったら頭下げようその時は戻ればいいかみたいな、もうプライドなく本当にそんな感じだけど、なんで私はなんかその、うん、まずそもそも辞めるのも、うん、辞めなくてもいいっちゃいいみたいな感覚で、そうだよね、だってさ私乃木坂行ったら絶対辞めない、本当に絶対辞めないと思う。そうなんですよ、だから別にそれこそあと 7,8 年とかもこれから先もやれるなって思ったんですけど、うん、そうだよね、その内容があんまり変わってないというか、1年間のスケジュールが大体分かってくるようになって7年やってみて、ああいやでもそれは一緒だわ私は、うん、本当に、はいはいはい、で、はいはい、その新しい仕事がそんなにこう入ってこない中で、うん、うんうんうん、その環境的にいいから、うん、甘えちゃうなと思って、はい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 、辞める1年前に、うん、絶対何があっても辞めますっていうのを言って辞めましたね。1年前に言ったんだ、はい、か揺らい、私結構揺らいじゃう可能性があるなと思ったので、うん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 、もしその1年の間でいい仕事が
来たりとかしたら困るなと思って、何があってもやめようと思って1年後は絶対やめてますっていうのを言って、え、1年後の大体この月ぐらいがいいですって言ってたの、はい、あ、もう12月がいいですって言ってて、そうなんだ、うん、で辞めましたね。で辞めた後は事務所とかももちろん相談に行って、うんうんうん、なんとなくここに入るのかなみたいな事務所もあったんですけど、はい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 、なんかなんだろう、うーん、自由度があんま変わんないというか、足張りがとか、そう、あんまりそのキャラクターを作るとかそういう話が出てきたんで、はいはいはい、それだったらなんか逆に辞めた方が縛られてる感覚になるなって思って、おそれだなんだろう、フリーで一回やってみて、それでなんかその仕事が回んなくなったりとか、うんうんうん、忙しくなったら事務所入った方がいい流れだなと思って、うん、フリーになった感じです。なるほどね、うん、でもさ1年のやつってさ、乃木ってそんな一緒、なんか結構一緒な気が、まあ、わかんないですけど、ざっくり言うとこう夏はツアーがあってとか、2月は何だろう、何周年ライブとか、あ、バースデーバースデーライブとかがあってっていう、でその合間が、私はアンダーだったんで、アンダーライブがシングル出るたびにやってたんで、基本ライブの流れがそれで、うんうん、個人の仕事っていうのがほぼなかったんで、私はでもポップティーン あったんですけど、うんうんうん、実際出てたので言うとほぼ出てない感じで、あ、そうなの、全然、うん、まあ、肩書きとしてはすごい残ってありがたいんですけど、うんうんうん、そのページ数的には全然やってなかったんで、うんうんうん、もう本当それこそ2ヶ月に1回出るか出ないかレベルでやってたんで、あ、そうなんだ、なんでそのそれ以外のスケジュールっていうとライブ、うん、あ、基本、まあ、あと握手会と、握手会とって感じですね。そうなんだ、うん、え、なんかさ、そのなんて言えばいいのかな、1年の過ごし方で言ったら、もう48はさ、もう6月に絶対選挙が、はいはい、今年じゃないけどね、うん、毎年そうで、はい、だからなんか6月選挙で夏選挙のやつのイベントとかやって、はいはい、で秋 SKE が周年だから周年やって、うん、で冬なんか紅白系とかそこら辺があって、はいはい、で春にもう選挙の煽りが始まるわけ、はいはい、もうそうですね、そうそうそう、撮影したりとか、うん、じゃあなんかファンの人たちと一緒に6月までこう結束する、はいはいはい、でまた6月みたいな、それこそ本当になんかもう1年のなん本当に一緒で毎年、うんうん、でそこに確かに個々の仕事とかもあったけど、まあ何も5年前も4年前ももう変わってないなみたいな、うん、それは本当に思った、ずっとやってて、うん、だしなんかなんだろうな、なんかこのまま私も言えるし、別にスタッフさんとか話しててもな、別に言ってもよくないみたいな感じだったし、うん、だからすごいなんだろう、そこは一緒だなって思う、その、うん、もう なんだろうね、一緒みたいな、来年も同じことを過ごしてんだろうな、うん、みたいな、そうそうそう、なんかあのインタビュー見たんですけど、うんうんうん、セカンドキャリアの本の多分インタビュー、はい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 、ツイッターに載ってたやつ見て、うん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 、あれにあの後輩とかもできてきて、うん、その別に入れちゃうみたいな話が全部なんか通じるものがあって、うそ、本当、いや、そうだなと思って、さっき読んでたんですけど、なんか、うん、甘えちゃうから、うん、そう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 、もうさっていうのは上もさ、うん、いないからいるんだけど、うん、ジュニアさんもいるし、はいはい、あと2期生の人も何人かいるけど、はいはい、もう仲いいし、うんうん、それこそなんかすごいじゃあ究極な怒られ方とかもしないし、うんうんうん、で後輩いっぱいいるから別に何なんか下からの圧もそこまでポジション的にもなかったから、はいはい、うん、居心地はめちゃめちゃ良かったんだけど、ですよね、私も1期生だったんで、そうそうそう、もう全然、そうなんですよ、なんか居心地が良すぎちゃって、うんうん、なんかでも特に個人の仕事はしてないけど、うん、めちゃくちゃいい位置にいるみたいな感覚だったんで、私の場合は、うん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 、だからなんかそれだったらちょっとやめてもう一回なんか新しくやった方が、うん、あ、新規ってね、そうですね、気持ち的にいいかなっていうのはあって、へえ、うん、そうだったんだね、まあでもそしたら似てるね、なんかそうですね、ちょっとそういう共感できるとこがあって、うん、だってね、え、何歳で入って、私は13歳で入りました、ね、早いね、はい、そうなんだ、え、13歳で入って
何年間やってたの？7年4ヶ月ですかね。7年4ヶ月やってました。あ、そうなんだ。もともと長崎県出身で、13の時に上京してきて、そうなんだ。え、HKT とかを受けてたの？いや、タイミング的には乃木の方早かったのか、あ、ないか、同じくらいですかね。まだ誘わないのかな。そうですね、わかんないですけど、もともと私地下アイドルやってたんで、多分 HKT さんは多分受けてなかっただろうなって思いますね。九州でやってたんで、もともとリンクとか、青春学園っていうところに入ってて、あ、そうなんだ。そのリンクさんとかと対バンやってる感じのところだったんですけど、で私はそのもともとアイドル志望じゃなかったんで、事務所の社長がこう勝手に応募したのがきっかけなんでそうなんだ。あの、私の中でソニーのなんか一大オーディションみたいな感覚で受けたんで、詳細知らなくてって感じなんで、なんでそうですね、あ、分かったら、アイドルで受けたわけ。そうです、受かって分かった感じなんで。そうなんだ、はい。きっかけとかあるんですか？どういう感じで私はなんか、あの、高校の時にメイド喫茶でバイトしてたんだけどでそこでなんか AKB のコンサート、ファーストコンサートの映像が流れてて、うん、それでお店もさ、なんか暇な時もあるからさ、そのモニターずっと流れてて見ててでそれでなんか知って、こんなのあるんだ、気になる、ホームページ調べてオーディションあってみたいな。でもう落ちて AKB が、で AKB がね、なんか対象年齢が現役の高3までなの。うん、18歳の高校3年生までみたい。それでなんかもう落ちちゃって、年齢が過ぎたから応募できなくて、でなんかあのフラーってそのままちょっと、はい、そこら辺で働いて、そこら辺で、そこら辺の歌舞伎町のキャバクラで働いて働く期間がちょっとあって、はい、で SKE のオーディション、あ、それでもう一回ちょっと足が折れて通えなくなってキャバクラにそれでちょっと秋葉にもう一回戻ったの、はいはい、足が折れたから秋葉に戻ったそうじゃあなんかもう、じゃあ通うのがさ、やっぱ埼玉から歌舞伎町ってさ、松葉杖で通うのマジ大変そうです、ね、本当に。でさ、タクシーも別にいいんだけどさ、やっぱ高いからちょっとやっぱ高いからさ、そうそれでなんかもうそろそろ夜いいかなみたいな感じで、うん、もう一回昼っていうのでメイド喫茶も昼食みたいなので、はい、メイド喫茶も戻って、うん、したらまたなんか多分その時に調べた時に、うん、なんか SKE だけ24とかだったの。おー、その結構上がりますね。そうそう、その時が、うん、その最年長の人のその当時のいた、はいはい、合わせて、あ、そうそれだったみたいで、それで応募してみたいな感じ。うん、そうじゃあアイドル自体は興味あって、あった、うん、もう本当にね AKB 入りたいみたいなのあったけど、うん、まあ、でも全然好きでよかったなって思うし、うん、まあ、でもこんな長くいると思わなかったかな自分え、何年いました？え、でも私も何年だ、10年いったら9年ぐらいか。そうですね、9年ぐらい、8年半とかか。そう、9年ぐらい、うん、だから、まあ、でも入ったのが遅いんだよね、私19とかで入ってるから、うん、そんな13歳の時なんてもう普通にバリバリ部活とかやってるいやだからそう考えるとすごいね、それで上京してって。いやでも親と一緒に上京したの？いや、一人で上京しました。すごいね。でもなんか割とサバサバなんだろう、あんまりこう親と一緒みたいな感覚がないんで、うん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 、小学生の時から毎週福岡までは自分で自力で通ってレッスンとか受けてとかやってたんで、あ、じゃあもう自立が早かったのね。全然なんか東京のオーディションとかも一人で行けるタイプだったんで、全然そこはなんかホームシックになったりとかなかったですね。うーん、うん、え、乃木はさ、その時はさ一人で住んだの？誰かと一緒に住んだの？最初は、1ヶ月ぐらいはホテル暮らしで、みんなでなんか週末会ってホテルに泊まってみたいにやってたんですけど、その後は寮がありましたね。あ、そっかそっか、うん、地方組だけの寮があって、それも一人部屋？一人部屋です、ね、あ、そうなんだ。食堂みたいなのもあって、うん、なんか夜ご飯はまあ大体みんなで食べたりとか、してましたね。でも13、4で一人部屋ってすごいね。そうか、ね、分かんないけど、なんか私たちも寮あったんだけど、はいはい、最初だって、まあ、結構広めの 2L、は
DK か、はい、でマックス多かった時で 3人ぐらい4人週末になるともうちょっと増えたりとかして、はい、なんて言うのか、なんかちょっと三重とかさ、はいはいはい、大阪の子とかが泊まったりとかして、はい、4人ぐらい5人ぐらいになったりとかして、なんか先輩は一人部屋、はい、そりゃそうじゃん、年功序列で、ね、はい、後輩はその部屋に二段ベッド置いてあったからそれで寝て、すごい、あ、じゃあそれで言ったら私たちは多分寮っぽくないかもしれないです、各個人が一人暮らししてるマンションって感じのイメージだったんで、 あんまりなシェアしてるイメージじゃないじゃん、なんかその誰お風呂入るみたいな会話とかもないですし、別に、そうなんだ、別々だったんで、うん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 、好きな時になんかお出かけしてとかはできたんで、あんまりなんか見られてる感覚もないみたいな、うん、まあ本当に個人って感じね、個人でしたね、うん、しいな、いやだからそうめっちゃ量だったもんその時、うん、そうだ、え、今はどうしてるんですか、東京なんですか、あ、今東京、東京、うん、ね、もう、そうそう、だから名古屋とかの量も、はい、それこそなんか途中でさ、もうファンの人とかも、うん、もうさ暗黙の了解でみんな知ってるみたいな、うん、もうずっと一緒だったの一箇所で、はいはい、だからなんかさコンサート終わりとかさ、はい、もう車とか普通に止まってるんだよ、なんかもう観光地みたいな、そうそうそう、なんかそう、もう本当になんかもうツアーみたいな、はい、流れでみんなみんなで帰ってくるみたいな、そうそうそう、なんかそんなになっちゃったから、なんか途中でもう引っ越しましょうみたいになって、はい、でそこからはもうなんか一人各部屋のちゃんとしたもうマンション普通に住む感じになったけど、はい、なんかそれはそれは楽しかったんだけど、はい、全然、だからなんかシェアもすごい、うん、ね、せっかく会わないと絶対無理じゃん、うん、絶対無理ですね、同じ部屋とかだったらきついなって思うし、そうそうそう、先輩いたらなおさらさ、うん、もう気使うからやっぱそれに最初なんか疲れた時もあったもんね、下だとしょうがないんだけど、うん、そうそうそう、じゃあもうずっと、実家帰ったりするの、実家はまあ年1とか2年、まあ分からないですね、その前が2年前とかになったりとか、 あんまり仕事で帰った時にみたいな感じですね、うんうんうん、ツアーってさ九州の方あった今まで、福岡はありました、あ、じゃあそれで寄ったりとかってことか、ですね、うん、まあ、福岡で親来てもらって会うとかはありますけど、うん、実際に実家帰るタイミングがそんな少なかったですね、グループいた時は、まあ、そうだよね、うん、長崎だもんね、うん、ちょっとお金かかるなと思って、まあ、距離もだしね、うん、大変だよね、事前に予定が分かんないと帰れないじゃないですか、うん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 、そういうのがあんまなかったんで、前日というか当日にスケジュール来たりとか、そういうなんか結構ギリギリだったんで、それはさ何もそうなんだ、なんかやっぱ聞いててみんなグループそうなんだなって思いますよね、そうだよ、もう前日にさなんかさ、はい、オフですみたいな、早く言え全然、そうですね、それはめちゃくちゃありましたね、そうなんだ、はい、そこは一緒なんだね、でもどこのグループ聞いてもそれだから、あ、アイドルあるあるかと思って、うん、いや本当にさなんかさ、いやいやみたいな前日さ10時ぐらいで待ってメール来なくてさ、はい、明日何時だよ本当においみたいなあるもん、普通に会社員のさ友達とかさ同級生の方からしてもありえないじゃん、はいはいはい、そうですね、なんかさ明日さご飯行こうよとか言われて、んちょっとまだ時間がなくてまだみたいなありますね、めちゃくちゃあります、ごめんちょっとまだわかんないんだ、うん、みたいな、そう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 、はい、え、何ちょっと待って、なその長崎だって思って、ちょっと私さ、はい、麦味噌がすごい好きで、はい、麦味噌、え、はい、麦味噌だよね、麦味噌です、味噌汁とかさ島原のさ、はい、小盛り味噌わかる、わかんないですけど、でも確かに実家はちゃんと麦味噌を扱ってます、ね、絶対そうだよね、長崎だから、はい、そう、なんかね、お父さんが私長崎の人なの、あ、そうなんですね、佐世保なんだけど、はいはい、そうそう、それで、ね、なんかずっと麦味噌だから、そう、今思い出しただけめっちゃどうでもいいんだけどそう、ちょうど味噌なくなったから買おうと思って、長崎って聞いて麦味噌って答える人人生で初めて出会ったそう、そうなの、麦味噌だよね、詳しい甘い、甘いお味噌ね、麦味噌ですね、そう、ただ本当にそれだけ、マジごめんね、どうでもいい話やめてからやっぱ時間できるんで、うん、なんか旅行とか行ったりするんですか、いや旅行がやっと行く来週、
あ、どこどこ、まあ、どこって言うとあれですか。そう、一回海外に。あ、いいですね。そうそうそう、なんか誘われてメンバーの子に、うん、はいはい、なんか向こうが休みだったみたいで、うん、チラッと行ってみるけど。え、行ったどっか。私やめてからめちゃくちゃ行ってるんですよ旅行に。え、でもさ、あれだよね、この間だってさ、うん、どこだっけ、ニューヨーク行きました。あ、そう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 、ニューヨークはあの現地集合で知らない子と泊まりました。え、どういうこと、シェア、何、エアビーエヌビーを使って、はい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 、はい、セレブの家に泊まるみたいな感じで、うん、その友達の友達紹介してもらって、うん、現地集合で会って一緒に泊まったりとか、名前も知らなかったね、当日名前聞いたりとか、年齢は結局分かんなくてえ、何歳だったの、何歳ぐらいだったの。いや、分かんないですね、でも年上っぽい雰囲気だなと思いましたけど。え、聞いたりとかもしないですか。しなかったです。帰ってきてそういえば いくつだったんだろうと思って。え、その人とはさ、はい、一緒にさ行動したの。しました、はい、え、観光はするってこと。観光もしましたけど、あ、まあ、ちょ途中離れたりとか先帰ったりとかして、うん、で前半はその Airbnb 使って、後半はあの知り合いの知り合いの知り合いぐらいのニューヨークに住んでる人の家に泊まらせてもらって、うんうんうん、え、それ日本人。日本人です。あ、そうなんだ、はい、でその人はあのどっか出てて、うん、鍵だけ貸してくれて。え、めっちゃすごいね、はい、え、それってさお金払うの。お金それは払ってないです。いいって言っててくれてて、すごい、ね、すごい。でもめちゃくちゃ他人なんで、うん、結局。あ、まあまあそうだよね。そうですよ。でもまあ何でも、はい、貸してくれて。めっちゃさ行動力すごくない？うん、なんかフリーになって、うん、その先に旅行の予定を組んで、それ以外の時に仕事をするっていうスタイルを持ってるんで。まあでも勝手にできるもんね、うん、だってね。そうですね。だから辞めてから相当旅行してます。え、どこ行ったの？あと日本とかは結構そのファンの人にも言わずに行ってる回数は相当高くて、はい、めっちゃ行ってますね。え、まあ、一人で行ったり、うん、友達と行ったりとか。そうですね、まあ、一人が多いですね、とか現地で会うとか。一人で行ってさ何すんの。え、観光するの。観光しますよ。それこそ自由の女神とかは一人で見に行きました。電車乗って、地下鉄乗って。すごいなんでもう、はい、私家でずっと引きこもってるよ暇な時。え、なんか仕事を詰めてやっていこうって感じですか、うん、そのどういう仕事のやり方してるのかなって、でもなんか週末の方が多くて、はい、なんか私競馬のやってますよね、連載とかがあるから、はい、やっぱ競馬系の仕事ってなると土日めっちゃ多いの、うん、だから平日の方が空いてるけど、まあ、こういう単発のやつが入ってきたりするから、はいはい、なんだろう、まあだから土日、まあでも SK の時とあんま変わんないのかな、うん、だから土日の握手会が本当仕事流行ったって感じ。あ、じゃあグループにいた時と辞めた時ってあんまり仕事の量的にはどっちとかないんですか。いやでも今の方が完全にゆったりしてるよ、うん、だってそりゃなんだろう、なんかそのさ向こうの時って半休とかも多くて、はい、じゃあなんかちょっとした生写真の撮影入ったりとか、はいはいはい、じゃあラジオがちょっと入ったりとか、はいはい、その1日丸1日っていうよりはなんかちょこっみたいな1日のうちのこの3、4時間とかが入ってきて、そういうのが多かったから、うん、だから今の方が全然ゆったりできるから、うん、まあ友達だったりも多いかな、やっぱ今まで全然会えてなかったりも多かったから、 それはそうかも。え、でもそしたらさ、かごちゃんはもう完全スケジュールめっちゃ決めてって感じ、きちっとしてるけ。めっちゃきちっとしてますよ。え、じゃあさ本当に大きい案件来てもさ、はい、旅行入ってたら断るの。大きい案件だと分かんないけどまあレベルによりますね。でも今のところは割とそのずらしてもらいます。自分からこの日無理そうなんですけど、あのこの人この人この日で行けたりしますかって言って だいたい行けるんで、あのそれでやってます。あ、そうなんだ、はい、でも絶対そっちの方がいいよね。うん、そうですね。私は結構その休みを増やしたいんで、うんうんうん、あの4つ5つぐらいの仕事をあの1日で全部あの何の刻みでやってもらって、ね、今日は打ち合わせの日とかで刻んでもらってやってギュッとして他の日休むみたいな。なるほど、はい、あ、もう全部まとめるタイプか。まとめるタイプです。ちょこちょこ派ですか。私そしたらちょこちょこかも。あ、ちょこちょこしてる。
あでもまとめた方がまあ楽だよね、その日だって結局さその日化粧するしさ、はい、そうなんですよ、そうそうめっちゃ思います、ヘアメイクとか自分だから結局するもんね、だってそうですよ、はい、って思ったら確かにそりゃそうだな、その日まとめた方が楽だよね、楽だなと思って、はい、メールとかも自分で返したりしてます。返してる？あ、自分で返してますよ。そうだよね。うん、あ、ホームページあるもんね。あります。もうでも全然そのホームページ使ってないんであれですけど。いやいやいや。もうメールだけとりあえずやってる感じなんで。分かんなくならないですか、メール？いや分かんなくなるよ。なんかすっぽかしそうになる時あるんですよね。いや私も本当に返したと思ってる時とかあるじゃん。はいはい、絶対返したなみたいな。でもなんかさ、うん、Gmailなんだけど、はい、なんかたまに出てくるの。5日前に届いても Gmail 使ってるんで、そう返信しますかみたいな、そうそう返信してますかみたいなこと言われるから、はい、あみたいなしてなかったって言って、そ う, そ う, そ う, うんあるある、あ Gmail なんだね、 Gmail 使ってますね、あの転送してもらって、あーそっかそっか、はい、そっか、っそうそうそう、でもえなんかさ謎の変なとこからメールとかしたらさ、はい、ちゃんと断りのメール入れてるの、いやあのがっつり多分メールしたいだけだな系は返さないですね。あ、もう？もう返してないですね。そうなんだ。はい。本当にさ、なんか謎難しいですよ。そうそうそう。線引きが。そう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 。うん、なんか、ね、この間すごいあったのがさ、はい、そのアイドルのプロデュースをしてほしいです、はい、みたいな感じがあって、はい、でなんか会社のホームページとかも貼ってあって、はい、でなんかよくわかんない会社、一応上場してるか上場してんのかも、なんか会社で作るみたいな、はい、うんうん、それでなんかアドバイスとかしてくださいみたいな、はい、ブワーって書いてあって、うん、もうリンクとかも貼ってんだけど、はい、でも会社も知らないし、はい、え何これみたいな、はい、大丈夫みたいな、うん、それこそさなんかさ今とかさニュースでいろいろさあるじゃん、はいはい、営業とかのやつも、はい、だからえ、怖っみたいな営業、はい、闇とかそういう話、まあ、うちは別に直だから関係ないじゃん、うん、本当にあれだけど、いやたまに本当になんか普通の人が多い中でたまに紛れ込んでなんかやばいやつ来るから、はいはい、え、怖っってなってたまにでも騙されたりとか今のところないんですよね、今は大丈夫だね、ですよね、うん、私もなんか怖いもんした、いや怖い思いはまだしてないんで、うん、結構それ聞かれるじゃないですか、フリーってなんか大丈夫とか、そうそうそう言われる言われる、今のところ安心しきっちゃってて、そんなないよね、うん、そこまで、やっぱメールの時点で分かるじゃないですか、そう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 、これあっちゃいけないなとか、あそう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 、分かるから大丈夫かなって思うんですけど、うん、うん、だって本当怪しいのやっぱ怪しいよね、うん、メールから怪しいよね、うん、なんか書き方がちょっとうさんくさい感じなんですよ、なんかその真面目な定なんだろう、なんかよくある文章っぽく見せてちょいちょいなんか、うんおかしいんですよね書き方が、そうだからなんか変だよね、変ですね、なんか実績ないよなみたいな、うん、過去とかも、うん、見え張って雰囲気出してるけど絶対にないなみたいなところとかあるし、うん、やっぱ来るんだ変なの、来ますね、でも絶対多そうだもん、だからそれこそプロデュース多いじゃん、多いですねってなったらさ、じゃあうちのこれとコラボしてくれませんとか、あ多いですね、コラボが多いですねってなったらさ、はい、変な企業あったら本当最悪じゃんだって、怖いですね、なんかそれがすごい、うん、見極めるの大変そうって、もうその商品系だとさ、はいはいはい、でももうその過去に誰がやったことあるとかで知り合いとかいるかとか、うん、もうそこにチェックで聞いたりして、 あんまりプロデュース系はその実績が本当に過去に誰か知り合いがいない限りはやんないようにしてます、うんうんうん、怖すぎて、まあそうだよね、だってそれでさコラボしてさ、じゃあなんかお金払われないとかさ、詐欺でしたとかになって、私が名前出ちゃって川越ひなが詐欺払い、そうそうそうもう嫌だよね、絶対嫌ですよ、そんな風になったら、そういうのはなんか大変そうって思う、その、うん、見てってね、あれとか難しくないですか、ギャラ交渉とか自分でやってるってなんか書いてあったんで、どうしてるんですか、だってやってるでしょ、いや私本当にそのお金のベースが分かんなすぎて、うん、あれがね、はい、なんで結構あっちに聞いちゃいます、いくらでやりますかって言われても、あ自分が出せなさすぎて逆にいくらで考えてますかみたいな、あでもそれは私もめっちゃ聞くよ、うん、その最初から提示ない時とかは、うんうん、なんかもうじゃあどれぐらい考えてますか、うんうん、とか聞いたりもするし、うん、
そのもう競馬とかのやつだったら大体のなんかもう流れがあるからこれぐらいですよとか言ったりはするけど、でも本当にその何じゃあアベマとかさそういうのとかもそうだし、そっち系全然わかんないし、でもプロデュースとかだとさどうなるの、売り上げのとか売り上げの何パーが多いですね。でも最近よっなんだよ、やってきたんで、うん、大体もパーセンテージが決まってるんで分かりますけど、ね、最初はえこれぼったくられてないかなとか、あ思ったってこと、めっちゃ思いました。やっぱなんかプロデュースってもともとのなんだろう、いろいろなんだろう、会社が動いてる、うん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 、なんとか高いからパーセンテージが多分低いんですよ、うん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 、だからなんか分かんないですね、何パーとか言われても実際どれくらい売れるかも分かんないし。えじゃあさ最初の方今と比べたらだよ、はい、最初の方ちょっと安くやりすぎたなとか、あめっちゃ部分あるんだ、じゃあ思いますし、最近フリーの人とかに聞いた、うん、あ他の人にえみたいな、めっちゃ格安でやってるねみたいな言われて、あそうなんだあそうなんだみたいな、やばいじゃん本当に聞いてやっとってか本当に先週ぐらいの話ですこれやばいじゃん本当に最悪じゃん。そうなんですよ、本当にお金の感覚が なさすぎて、うんうん、なんか楽しそうなやつやろうみたいな、やばいね、はい、ゴーさんにも言われたんですよね、その、うん、ちゃんとお金になる仕事をやって、うん、好きなことは何パーセントに抑えろみたいなの言われて、うんはい、ちょっと勉強しようと思いましたけど、へ、うん、でもそれで他の人に聞いて、うん、あじゃあ自分は安いんだってなって今からちょっとちゃんとしようみたいな、ちゃんと交渉しようと思いました。結構なんか何でもいいやっていう感じなんで、うんあじゃあそれでみたいな感じなんですけど、あ向こうからのやつでね、なんかワンクッション入れようって思いましたそうだよ、はい、だってさなんかさ、うん、しかもさ、はい、じゃあもし売れてさもう一回お願いしますって同じ企業から来てさ、はいはい、あげんの気まずいじゃん、めっちゃ気まずいなって思いました。そうだよね、うん、そうですね、そこは下げんのはさあれだけどさ、はい、あげるの気まずいよねわかんないよね相場って、うん、でも私も本当にわかんない、なんかなんね、SKE の仲いいマネージャーさんいたから、はい、最初の方とか多分聞いてた、あこうやって来たんですけど、はいはい、これは大丈夫なんですかねみたいな、あそれだといいですね、うん、それは聞いたりしてたけど、でも本当になんかなんだろう、その SKE の時と給料がさもう年俸だったからうちって、はいはいはい、だどんだけ忙しくなってもどんだけ暇になっても変わんないからさ、うん、一緒です一緒です、そう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 、だからさそのさ自分の仕事の対価がどれぐらいかって全然知らなかったから、うん、だから今いろいろやってみてああみたいな思うこともありますよね、多いもん、うん、これこういう系の仕事ってこんくらいだったんだって、そう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 、うん、それはすっごい感じます。だからなんかさ、うんおーみたいな、それこそなんかさえみたいな、あの時あんなもらってたのにって思う時もあるし、うん、いやこんだけもらえるなんてちょっとこれ以上お仕事しなければならないみたいな気持ちになるとか、うん、すいませんこんなにみたいな、一個一個が分かるからね、そう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 、あこれちゃんとやんなきゃって、そう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 、全然さやってたけどみたいな、そうやってるけどこの値段かみたいななりますよね、なるなる本当になる、うん、やばいみたいな、うん、大丈夫かな今日みたいな、本当怖いのに盛り上げられなかったなとか思うとすごい反省するし、うん、めっちゃ思う本当に、うん、やば、ウケる。えあのさ、はい、坊さんとさ一緒にさ、はい、特集やってるじゃん、はいはい、でさゲスト呼んでやってるじゃん、はい、あれはさ何話すの3人で、3人で、あ結構もう郷さん振ってくれるんで、うんうんうん、割と最近のなんか近況的なことが多かったりとか、 あとはその子のなんか事件というか、あ出来事とか、はい、過去のやつとかですね、あとはまあ仕事をどういうのしてるかとか、そういうのを掘り下げていく感じなんで、うんうんうん、割となんか2時間ぐらい2時間ぐらいですね、はい、うーんでもまあそのゲストメインで、うん聞きたいことを両サイドから聞くみたいな形ですね、今のところ。あそうなんだ、うん、でもなんか次が14ん10もうすぐいつだったか忘れちゃった、いつあるの告知しよう、15日か、15日にあの、うん、眉村千秋ちゃんと、あ今日吉田剛さんと仲いいもんね、そうなんですよ、はやるんですけど、多分千秋ちゃんはライブやるのかなっていう感じなんで、うん、
また違う感じなのかなっていうトークというかダイバー歴が歌ったりするみたいなんで、うん、なんか毎回変わりそうですね。あ、人によってってこと、はい、なんか次今度考えてるのがもう6人とか、うん、そのメンバー多くでゲストでやろうかっていう話も出てるから。あ、もう3人じゃなくてってこと。そうですね、すごいね。それこそ9月は沖縄2人で、郷さんと2人なんで、すごいよね。2日連続なんで、めっちゃすごい、うん、毎回沖縄いますか、誰かいるんじゃない。でもコメントでどうなんですかね。え、いるでしょ。絶対休み取るのが絶対大変だなと思って。え、平日だっけ。平日入ってる、入ってました、確か、はい、てかタワー立ってる。だね、タワー嫌いなんだよそれツイッターで見ました。なんかタワーショールームのやつやるなみたいな。あ、でもさ、あ、乃木のファンの人はすいません、本当ごめんなさいね、私のファンの人。そのシステム知らない、知らないから。だって乃木、時をかけるおっさんだって。そうですね、乃木さん、ありがとうございます。だったら沖縄に行った方がいいよ、1万使って沖縄に行くべきだよ。来てくださいあ、沖縄いますって言ってるよ、うん、ありがたい。こっちがもうちょっと、え、沖縄どこですかって言ってる人いるよ。言っといた方がいい場所。沖縄どこですか。やっぱ知らない人とかさ、はい、なんかさ、分かんない人とかもたまにいるんじゃない。でも私この間びっくりしたのがね、はい、なんかアメブラやってるんだけど、はいはい、一応したらなんかガラケーの人なんだって、はいはい、その人で Twitter もインスタも多分もう今ってさスマホ向けになってるからなんか見れないんだって。あ、ガチガチない、はい、そう、明るかったりしますもん。それでなんか唯一見れるのがアメブロだけなのでみたいな、アメブロの情報しかありませんみたいな、だからアメブロだけ見てきてますみたいな感じで更新してましたよ、今日も。そうそれを言われてなんかすごいなんかさおじさんだったの、はいはい、その人もすごい心がなんかグッてきて、はいはい、ちゃんとアメブロで書いてあげなきゃ見れない人もツイッターとかいるって思わなきゃなって思って、確かにその日おじさんは多分これは見てない見てない、見れない、確かに動かないですね、ガラケーじゃ。そうなのだからやっぱそういうやっぱちょっと分かんない人もね。そうですね、いるんだ。ほら9月のいつとか言ってる人。あ、9月の22と23ですね。ちょっとみんな9月の22はアウトプットっていうライブハウスで、23日は、うん、桜坂劇場ホール A でやります。だって、はい、来てください。何時ぐらいからですか、時間は。時間はですね、時間は、うん、ですね、時間は22、23、9月の23、12時から、2日目アウトプットでは12時からですね、うん、その前の日は、夜だった。その前の日は17時半からですね。お、18時開演で。それがどっちだ？22日が夜か。夜です。18時開演で、うん、23が12時開演で、2日連続なんで。ぜひあの遠征する人は2日連続、まあ、見た方がいいと思うんで。まあ、これはちょっと本当。多分みんなツイッター見れる人種のはずだから、確実に、確実にツイッター見れる人たちしか集まってないと思う。ツイッター見て、かわちゃんもね見てくださいどういう仕事メインでやってるんですか、うん、私、うん、でも本当にマジでもうギャンブルばっか。ボートレースとかもやってますよね。あ、ボートレース行った、ね、なんかね、私そのトースポでもともとトースポと系列含めて、はい、コラムやってたから、うん、それでなんか大スポって大阪スポーツなんだけど、はい、トースポの系列 でそことかがなんか一緒によくお仕事振ってくれるから、うん、そのやつで行くことが多い。なんかボートレース行ったりとか、はいはい、で競馬はまあなんかそのそうだね、大スポのとこも多いし、うん、まああとメールで来たりとかで行ってるけど、はいはい、だからなんて言えばいいの、すごいなんかこう綺麗な仕事してない。いや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 、なんか、なんて言うのか、悪いわけじゃないんだけど、だからすごい、だから、じゃあ、アパレルやってますとか、もうそういうのマジでない。え、でも私、マジないよ、本当に。だから、本当なんか、もう、本当白と黒みたいな。本当にそう、本当。そんなことないです。そう何を一番やりたいとかあるんですか、今後やっていきたいみたいな。あ、でもやっぱそのずっとコラムも今やってるし、はい、競馬は基本ずっとやってたい。なんか自分でね、やっぱ取材行ったりするのも好きだし、はいはい、まあ
もちろん買ったりもするし、うん、だからそこのところはちゃんとやりたいなって思ってるけど、だから逆に言ったら演技とか本当に興味がなくて、舞台とか来るでしょ。来ます、全部断ってます。やんな、やってない。私舞台とかその演技興味ないんですよ。あ、そうなんだ。なんであの演技は全部断ってますね。だって絶対めっちゃ来るよね舞台なんか。来ますね。もともとグループ自体があの、うん、舞台めちゃくちゃみんなやってるんで。そうだよね、やってるもんね。その流れでイメージ的に多分私もできるだろうって来るんですけど、うん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 、本当に私できないしやったことなくて。一回も出てない舞台。一回も出てない。そうなんだ。グループ全体のはありますけど、うん、もうそれ以外は一切出てないんで。そうですね、私はちょっと自信なさすぎて。もし結構主演とかで来ちゃうんですよ、うんうんうん、逆にちょっとやめてほしいと思って。それさ、私もめっちゃ思った。なんかさ、なんかさ何も知らないし、はい、それこそさ48だけの舞台は出たことあるけど、はい、外の外部の人ってやるのってないからさ、はい、なんて言えばいいの、そんないきなりさ、はい、そういうなんかメインみたいなところに来てもさ、はい、なんか何それこそさ発声とか何も知らないしさそれこそさ主演とかになったらさ、はい、いろんなルールあんじゃん、はいはいはい、絶対差し入れのやつとかさ、うん、なんかあるじゃん、はいはい、絶対そう、絶対ルールありますよね。座長回りのさ、はいはい、ルールとかさ、はい、何も知らないでさそのままやってたらさ多分さ一緒に出てる人たちから反感買って終わるじゃん。絶対そうですよ、こんなできないやつが真ん中に来るなよみたいなそめんどくさいよね、なんかね。もう怖いんで。あ、それはないんだ、はい、演技は、はい、いやだからなんかさアイドル舞台みたいなのもあったの見てたら、はいはいはい、なんかさ周りも本当地下の子とか、はいはい、まあメジャーの子とかもいるようなやつとかも、はい、いやもう全然いいえでも絶対来てる案件近いやつやっぱありますよね。そうそうあるよ。でも似てるやつとか映画とかも結構アイドル縛りの映画とかで、うんうんうん、もっとアイドルの子とかもいてとか、それこそ多分 AKB さんとかにも多分ブッキングしてるんだろうなっていう感じで来たやつとかも全部断ってますね。いやいいいいって思う、うん、本当に。だから私本当にそのなんだっけ来たやつで、はい、そのなんだっけ実績とかさ、はいはい、今までこういう方とっていうのでカゴちゃんですみたいな、カゴひなみたいなのを何件か見てるの、はいはいはい、いやだからカゴちゃんが仕事してくれたら私にも回ってくるからちょっとお仕事本当頑張ってほしいみたいな。フリーだから完全に多分ね、このフリー行けたから行けるだろうみたいな。そうそうそう、来る、そうですよね、私来てもらえるから本当に。かほちゃんがいろいろ頑張ってくれたら私おこぼれで回ってくれた。でも経歴が本当に似てて、そのフリーの子からどんどんフリーに伝染してってるから、私が来る経歴も大体同じ子とか入ってきたりするんですよ。だから多分伝染してってるんですよね。そうなんだね。え、そう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 、うちのグループとかはフリーが今までなかったんで。え、いないでしょみんな。いないですね。みんなさ辞めてもさ大体事務所入るが多いですね。どうしてんの。え、でもさ入ってない子いるじゃん。それってそのままなの、はい、あの大元のとこにそのままいるってこと。抜けてんの一応。ですね、何年 3年前とかに辞めた子たちからはもうほとんどの子が事務所に いますね。在籍、その乃木坂の事務所に居続けて。あ、そのままいるってこと、はい、その基本的にあんまりその例えば仕事をそんなしてなくても、うん、基本的には大体いますね。ある時期からは全員私以外はいるのかな、うん、まあそうだよね。だってたまにさ移籍してる子とかいるけどさ、はいはいはい、めったにないもんね。そうですね、その事務所のシステムができる前はみんな移籍してたんですけど、そのシステムができてからは、あ、入れるよってなってからってこと、はい、ああそうなんだ。全員多分残ってる気がします、はい、でもさ全然さ、うん、普通に乃木の子たちとさその、はい、そう気まずくないですね。やってるよね。やってだってショールームこの間して、はい、七瀬まるちゃんのしてたもんね。はい、そうですね。そうだよね。全然その乃木坂の猫舌ショールームも呼ばれるし、うん、出てたもんね。斉藤由里って最近辞めた子の写真集も出てるし、うん、あのだいぶマネージャーに会うんですよね。なんかもう会わないよねとか言いながら、うんうんうん、結構会うねとか言って。あ、じゃあ全然そこはないんだね。うん、全然ないですね。それもめっちゃ素敵だね、うん、でもなんか請求書のやり取りとかするの面白いですけどね。あ、向こうから来てお金払ってもらって、そっかそっかそっか、なんかイン押してなんか、うんうんうん、すいませんみたいなたまにさハンコ忘れてさ、はいはい、最初の方を送ってさ、はい、それこそ前のショールームの時が、はいはい、多分私印鑑押すの忘れてて、はい、なんかメール来たもん、ちょっと印鑑ないんでもう恥ずかしいと思って
でも嫌だ本当に。請求書とかも今までやってないから。やってない。調べました最初請求書のやり方みたいな。なんかそれはその SK の総務の人も仲良かったから聞いて、はいはい、ああいいですね。そう、はいはい、それでなんかフォーマットをもらったの、はいはいはい、そのままこれ使っていいよ、はいはいはい、あれだーみたいな。めっちゃいいですね。携帯でやってろって。あ、え、できるよ。できるできるんですか、うん、え、教えてほしいです後で。え、パソコンでやってる。パソコンでやってます。えないね、うん、えでも携帯楽だよ。携帯で行って、はい、でファミマとかのネットワークプリンターでプリンターえ、めちゃくちゃ教えてほしい。え、でも結構楽だよ。全然教える方と、はい、楽やっぱ。私前にこのゴーさん の, の、うんうんうん、部屋に出てその時にフォーマット送ってもらって、あのショールームさんに、ショールームさんがフォーマットくれました。あ、そうなの、はい、え、それまでどうしてたの？それまではあの任せてましたね。書いてもらって、あの実際の場所行って、はいはいはい、サインと住所とか全部書いて、手書きですね。あ、そうなんだ。分かんなすぎて 何が必要事項なのか分かんなくて。へー、うん、でも郷さんの部屋が初めての仕事かもしれないです。初仕事が確か。あ、前の事務所 その残ってた分はやってたんですけど、うんうんうんフリー初の仕事がこれだったんで。そうだったんだ、はい、なんで教えてもらいました、いろいろフリーのやり方。そっか、はい、でも私も卒業は初はトークショーだったわ。おーさんのもう卒業公演して2日後か3日後ぐらいに、はい、あーやってましたね。そうそうそう、じゃあゴーさんのやつが初ってこと。あ、そう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 、そうなんだ。そうだったパソコンでやってんだ。めんどいね。やってますね。パソコン、まあ、めんどいって言ってもあれだけど、そう開くあのことを今までしてなかったから、うんうんうん、開くのめんどくさいなと思って。めんどいよね。そうです。ちょっと後でマジ送るね。送るわ。全然電車の時とかにこうやってめっちゃ楽だ楽楽ほんと楽だよ。うん、マジ楽いやでもあるあるだよ、いろいろ本当に。うーん、でも嬉しい。なんかその近いこういうホテルとかでフリーでっていう人と初めて喋るから、まあ、そうだよね。こんな感じなんだっていうのが分からなかったんで、うん、違う業種でフリーの人は会いますけど、まあでもそっか、仕事上だってさ、うん、サムカレの人とかってね、はい、多かったりしたらみんなフリー、やっぱフリー入ってる人もでも多いのかな、どんなんだろう。そうですね。でもな、そのそれこそもうゴーさんとかに全部聞いちゃうから、うんうんうん、そんなにフリーの人にも会ってないのかもしれないですね。あ、ライターさんとかは多いですけど、はい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 、そのアイドル出身でとか、そのアイドルに近いことをやっててという人はいないですね。一人でやってる人いないかもしれないです。ああ、うん、いやでも全然すごいね。だってビレバンもあるでしょ。あ、ビレバン、はい、すごい。ビレバンやってます。なんかさっきコメントでありましたね、なんかビレバンにグッなんかカオタンのグッズも置いてくれるように頼んでみたいな。ちょっと待って、それさ出てた、なんか見ましたよ。田辺さんじゃない？え、どこ、あのツイッター？ツイッターかもしれないです。なんか見ました。かな、え、ちょっとね、違う、私の LINE も来たの、一人。はい、え、多分そいつなんだけど。え、どういうことですか？ファンとかですか？ファンじゃない、ファンじゃないよファンじゃない、ファンじゃないよファンと繋がってないから私、ファンじゃないよすごい、言い方がファンなのかと。本当だ、本当だ、これね、この人ね。あ、そうですね、それですね。え、そうそう、なんか田辺さんって言って、はい、なんか私のもともと卒業コンサートとかのグッズのイラストとかも描いてくれたりとか、じゃあ卒業してイベントした時とかもなんかこういうなんか、うん、すごい可愛い、そうそう、デザイン描いてくれたり、まあ、一応本業漫画家なんですけど、はいはいはい、まあ、基本なんか48の連載シュープロでしてる。見たことあります。ある、はい、あります、あります。ムキも一回描いたことあるのかな。あると思うよ。で見たことあります。でこの人がいろいろ私のイラスト描いてくれて、はいはい、T シャツとかなんか作ってくれてたから、なんかそれを、あ、それを置いてほしいって、置いてほしい。 LINE も来たもん、え、マジでお願いみたいな本当に言ってきたから、はい、あ、でもきっとビレバーさすぐやってくれますよ。ほら、あ、本当だ、一生の絵だから、え、無理でしょってこと、絶対行って、行ったよ、見てるでしょ、田辺さん。いやでもビレバンさ仕事早いんで多分 やってくれるんじゃないですか、ね、誰も買わねえよおじさん、おじさんビレバン入っても分かんないから、どこに何があるか分かんないよ本当にえ、年齢層どれくらいなんですか、ファンの人。めっちゃ上よ、うちだってあるかな写真、うんうん、いや本当上だよ。え、あの男女比的には、いやいや、もう9対1 0.5 ぐらい0.5 女子 0.5 ぐらいだよ。0.5 本当にね、ちょっとあるかな。え、だって女子多いでし
そうですね、イベント実際来てくれる人は女の子も結構来てくれますね。そうだよね、うん、だってさ絶対さ、そう、いやもうちょっとひどくて、ひどくてって言ってたけどそう思ったらもうおじさんしか本当にいないからさ、全然もういい人たちなんだし、ちょっと離れてしまったら困るんだけど、はい、でもこれでスクロールしたらもう、はい、本当に恋人ばっかだよ。いやもう大事だよ、私はおじさん大事だし、これからもおじさんに頼って生きていくけど、確かにいいおじさんたちが集まってますねいやだから絶対違う、おじさんいる？おじさんもいますよ、いますけど、その結構もうまばらすぎて、あの何のイベントが一番ハマるかが分かんなくて、その、うん、若い人向けとか年齢層分けで細かくイベント分けてないんですけど、うん、気持ち的にはあのバラバラになるようにしてます。いやもう私若い人なんてやったらマジいないわどこに集中するか分かんなすぎて逆に難しいです。イベントでこれだったらいけるけどみたいなのがあるんですよね。やっぱ女の子はこれは行きづらくて、まあまあまあそうだよね、うん、いや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 、すごいね、無理無理、若い人なんて無理だよ本当にもう握手の時からいなかったもん、すでに。ほんと若いってなったら、もうなんて言われるの、はい、?8 歳とか9歳。あの、子供連れてきた時ですよね、絶対。子供だから、うちの、私の若いね、子供、はい、若いね、ありがとうみたいな。だからもう、学生層が本当にいない。中高、はいはい、大がいない。もう社会人になっちゃう。たまにいるけど、うん、どうしたの大丈夫って言っちゃうし、私もめっちゃ挙動ってた、若い子来ると、うんうん、なんかこっちも緊張する扱えない、おじさんじゃないか分かんないみたいな、はいはい、なんか謎の緊張感みたいな、なんかそのもうファン的にはどういう支え方をしてるんですか、うん、そのあるじゃないですか、もうなんだろう、恋愛とかそのガチ恋ではないみたいな、いやだからガチ恋じゃお父さん的な感じなのか分かんないですけどその気持ち的にあるじゃないですか、どうなんだろう、でもガチ恋は、はい、ほんと片手しかいないと私は思ってるんだけど、はいはい、でも一回なんか最後卒業の時にね、はい、なんか結婚のドッキリをされたの、番組に、はいはい、レギュラーの、はい、でなんかそれの宣伝のツイートをする時にスタッフさんとかがなんか挙式の写真載せたの、はいはい、何も言わずにね、はい、なんか今日行ってきましたよみたいな、したらなんか思いのほかちょっと荒ぶってる人たちがいて、なんかおめでとうじゃなかったわけで、うん、私はなんかその今までの発言とかファンの人のやつを見てたら、普通におめでとうみたいな感じになると思ったら、なんか意外とあれみたいな、意外とそうでもないよね、そうそうそう、意外とガチ恋もいるなみたいな、てかなんかあれみたいな、意外と私でもじゃあなんか恋愛禁止だろうみたいな感じで突っかかってる してくる人もいたから、うん、えみたいな、夢見がちだなみたいな夢見てんなと思ったから、はい、自分がそれこそ今後結婚発表するとか、はい、そういう時になった時にちょっとやり方考えなきゃなと思っちゃったもん。なんか普通にそれこそ私そのリリポンのさ、はい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 、選挙で結婚のやつあったじゃん、はい、ああいうのなかったら本当にことぶきでやめたかったもん、ずっと、はいはい、もう辞める時は最後卒業公演で結婚しますでも辞めようと思ってたんだけど、うんまあ、あの前例ができたから、うんまあ、それはもう2番線でしかなんないから、ねまあ、無理だなって思ってて、うん、でなおさらこれのやつ見てたら突発的に発表するの、はい、これちょっと確かに良くないかもしれないですね、そうそうって思ってさえみたいな、ピュアピュアおじさんみたいなもう可愛いな、ね、えみたいな、ピュアピュアおじさんだったの、ピュアじゃんって思ってだからちょっとね、どうしようみたいな、うん、中には全然本当になんかおめでとうみたいな普通の人たちもいるんだけど、うん、ちょっとわかんない、そうそう、ちょっと謎の人たちがいるいる可能性も、え、ガチ恋多そう、いやわかんないんですよね、それが私もそのこうグループ的な感じというか、辞めてからも発言的には、うん、そのガチ恋作るタイプではないと思うんですよ、握手会とかも割と困って結構友達って言われるんですけど、みんななんかその年上でも年下でも友達みたいな感覚で喋ってるんで、うん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 、あんまりなんかさらけ出して私も素で喋っちゃうんで、うん、なんどういう感情なのかが未だに分かんないですね。え、そのさ DM とかでさ、はい、来たりはなかった、そういうなんか
どうしても連絡取りたいですとかありましたけど、うん、そういう人ってあの実際イベント来てなかったファンっていうか、本当ライトのインスタで来たしフリーだからその行ける師匠ぐらいの感覚の、はいはい、引っかかればいいみたいな、私アカウント名見ても分かんないみたいな人たちは来るけど、実際イベント来る人ってなると全然ないですね。あ、それはちゃんとじゃあわきまえてるのね。結構わきまえてるというか、そうですね、ちゃんとしてるなと思いますし、帰りとかも、うん、その私が本当になんか待つのとか、うん、あのこっちが怖いからマネージャーもいないし、タクシー電車で帰りたいから、うん、タクシー乗る羽目になるからやめてみたいな言ってるんで、うん、ちゃんとしっかり帰るし、あ、出待ちとかもせずに、たまにこう危険そうな人が現れると、うん、あのファンの人があのおのおのでそっちを見張ってくれて DM であのちゃんと帰りましたよとかを、すごいね、めっちゃ親衛隊じゃん、はい、あのあとやり方的には多分親衛隊だと思いますね。そうなんだ、はい、みんな結構そういうやり方でやってるんで、なんか割とファンがマネージャーやってくれてる感覚があってあのツイッターとかの運営とかも、うん、その全然ファンの人なんですけど、うん、全部画像とかも加工して結構クオリティ高い画像作って告知用の、まあ、ポスターみたいな感じで全部もう細かく1日に何回も上げてくれるんで、基本的にその人たちに任せてやってます。すごい。でもなんか可愛い画像あったの見た気がする。なんでか結構ちゃんとした画像作ってくれて、ね、文字とかも入れて、やっぱセンスがあるもんね、はい、なんか待ち受け1ヶ月のスケジュールの待ち受けとかも作って、すごい、みんなが使えるように作ったりとか。ちょっとやってもらえるかあの多分ネットに強いファンが多い、ね、おじさんできないじゃないですかみんな多分常にパソコン持ち歩いてるようなタイプのファンが多いんですよね。うちも多分ね、ネット強いってなったらもうプログラマーとかになっちゃうから、もうそっちの方なんかなって言われる加工とかじゃなくて、はいはいはい、そうちょっとやっぱ年齢層というかちょっとあれが違うんだろうな本当に。でもそうだよね、だってさ、ファンサイトかなんかのとかリツイートしてたじゃん、はい、あ、そうですね、だからあの人とかもちゃんとしてるってことだもんね。あ、常にそうですね、全部やってくれてます。なんか見た気がするものって、私、はい、なんだっけな、見たよ絶対、多分絶対見てると思う、私がいっぱいリツイートしてるんで基本的に。これ情報アカウントさん、あ、そうですそうですそうです、そう、すごい分かりやすいもんこれ。そうなんですよ、うちあのもうあった気がするんだけどな、うん、ちゃんとしてるもんね、はい、それはそうですまあ何でもないです、ちょっと始まる前に話してたやつ、うん、そうなんですよ、すごいちゃんとしてるもんね、だって分かりやすい、はい、なんかあんまリンク飛ばないでいいようになんか文章まとめたりとか。確かになんかさ、すごいちゃんと告知になってるよね、はい、あ、でもやってくれてる、あ、なんかブログ更新したの、あ、でもこういうの書いてくれてる、いいですね、うん、便利ですよね、やってくれるとこ、うん、おじさんなりに、ね、おじさん頑張って松原香織関連企画ツイッター頑張って、おじさん、中のおじさん、それもなかった、若かった、申し訳ないけど確かに結構若い人やってるもしかしたらね、うん、そうそう、ビレバンいいな、そうすごい、え、もうさ、はい、これはさ、はい、何、1日限定なの、しばらく続くの、結構もう終身栄養店長みたいな感じで、あ、そうなんだ、はい、ずっと続いて、なんか全然いい、好きなもの置いてるんだっけ、置いてます、自分がなんかセレクトした漫画とか、うん、結構偏ったやつ漫画なんで、あ、それこそ私その趣味が結構なんだろう、うん、なんだろう、ガチ恋を作らせないような漫画とか好きなんで、だから多分いないとは思ってるんですけど、わかんないですって感じです、はい、あ、まあでもちょっとはいるんじゃない、うん、まあ、いる、ちょっとはいると思います、絶対下心ゼロではないじゃん、うん、だってそうですね、ちょっといるのかもしれない、だから田辺先生は置いてほしいんだったら DM してお仕事としてちゃんと自分で頑張って、はい、頑張ります、聞いてみます、商品置いてください、はい、誰も買わねえよ本当にいや、ここまで言ったら多分みんな来るんじゃないですか、見た人がいや買わなきゃって、渋谷のピンパンなんて入れないから入れます、おじさんでも入れます、本当大丈夫、ダンジョンみたいなのもうたどり着けるかな、じゃあもう入り口らへんに置いてもらいましょう、分かりやすく入り口に、そうだからちゃんとさ、多分今見てて書いてるはずだから、うん、本当にはい、ちょっと
ちゃんと DM したら多分見てくれるからさ、大丈夫ですって、あの勇気出して入るよっていう人がいっぱいいるんで、はい、買いますっていう。いやちゃんとさ、はい、依頼しなよ直で全然一回ツイッターで DM してみれば、なんか私を頼ってやんないで自分で頑張って自分で作ってなんか作ってくれてる側だけど分かんないけど、ガラケーじゃ無理って何か何か分かんないです、ガラケーじゃ無理ですって書いてある人いて、いやビレバンって見せなよ見せなよみんな、ビレッジヴァンガード渋谷にあるんで大丈夫です、いけます、通販サイトじゃないから地図見て通販のサイトじゃないよちょっと本当に確かに通販とか大変ですね、そしたらそうそう、だからなんかねネットでやったりとか、でもさなんかネットでやったりも多いでしょ、はい、ほぼネット多いですね、買い物系は受注とか予約とか基本多分スマホ対応でしかやってないようなところばっかりアプリ入れないといけないみたいなのばっかりやってるんで、絶対そうだよね、はい、ですね、絶対そうじゃん、うん、え、あのさアイテムとかもさ、はい、何打ち合わせ行って会議して決めるの？そうですね、でも私あの iPad で、うん、普通デザインを書けるんで、うんうんうん、もう書いちゃって、うん、全部もう送って、こんな感じでみたいな、サンプルを何回も送ってもらってやってますね、うん、なんか打ち合わせしてなんだかんだ進まないの嫌なんで、もう全部自分がデータ送って、はい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 、はい、あデザインこんな感じでみたいな、ラフ画で送ってってこと、送って、あもうほぼデザインはそのまま使えるように作ってやってます、そうなんだ、うん、私そういうのできないもん、デザインできない、なんか iPad さえあればみたいな感じでやってます、すごいね、うん、やっぱそういうところに能力があるからできるんだ、いやいやバレるなんて絶対できない、1個なんかさ、はい、それこそさ、はい、商品のやつ来たの、はい、なんかカーボちゃんのやつだったよ、あったまた出て、私やったからやってんので切って、はい、でさそのなんだっけアプリ使う感じですか、え、そうそうそう、だから、はい、受注販売でってことですか、あれ第2弾で、あ、はいはいはい、あのさシャカシャカのさ、はいはい、あのシャカシャカのなんだっけ、はい、パーカーみたいな、はいはい、ブルゾーン、あ、そうそう、ごめんブルゾーンだもうおばさんだから分かんないでさ、そこのやつも、はい、本当に今日来てたの、はいはい、今日、そう今日来てて、でメール見たらさ、はい、そうかカーゴヒナ、うん、どうみたいな、あ、カーゴちゃんやどうでもさ、はい、あれもさ、はい、なんかいろいろあったよ、確かリュックとかさ、うんうん、あでも自分から言えますよ、これ作りたいとか、そうなんだ、結構何でも作れます、でもさ本当にうちのファン層が使うものさあるかなと思ってさ、そのアプリを入れなきゃいけないんで、そうだよ、ね、そこも多分難関はその受注も配信をしな、アプリを入れて配信をしながらそのカードボタンを押して、え、宣伝するんでしょ、宣伝というか、え、これがこうで使いやすいですよみたいなことだよね、でもアプリがないとそのカードを、そうです、あ、そうなんだ、はい、そう来てたんですよ、そう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 、はい、アパレルのねやつで、はい、でガオボちゃんはそのブルゾンと前何、はい、ショルダーバッグ作って、あ、そうそうそう、バッグ作ってたんだよね、はい、そう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 、でもなんかさその見た時に、はい、え、そのカオちゃんの路線はこれは作る、うちのパパマジで使わないなと思ってて、でもそれ以外でもなんかイヤリングとかもあったじゃん、はいはいはい、でも女子マジ 0.5 しかいないとかダメだしみたいな、だからでもさ自分で私それこそなんか、はい、これすごいアパレルで絶対やりたいみたいなのないから、はいはいはい、え、みたいな、もうさ、はい、ファンの人使うような、え、黒いリュックぐらいしかないよと思ったんか、シンプルにそうそうそう、ただの真っ黒の本当に、だからどうしようって思って、はいはい、そうそう、それもあったら言おうと思ってたの、はいはいはい、そうそう、一個前に始まる前に他の件で、ね、他の、ね、案件はそうそうお話ししてたんですけど、はい、そうそうそう、え、じゃああれも撮影、え、あれもデザイン送ってた、デザイン送って、まあ普通に、触り心地とか、うん、なんか全部なんだろう、素材とかも自分で決めたんですけど、え、でもそれってさ、はい、送ってもらうの、え、自分で見に行くの、見に行きましたね、ああそうなんだ、サンプル見に行きました、でもどっちでも多分行けて、あと、うんうんうん、竹缶とかはあの私は結構もう自分で決めてきたいから、うん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 、あの自分でもう何センチ何センチってもう発注の時点から言ってたんですけど、全然あのなんだろう、完全に行って大体こういう型が良くてって言えば、うん、あのあじゃあこれぐらいが一番売れる形ですねとか、あ、向こうがね知ってるからしてくれるし、色合いとかも、まあうん、こういうのが売れる傾向でとかは多分全然、あ、そうなんだ、相談は全然できる感じ、へえ、だし絵描けなくても別にその場で
なんかこういうイメージで喋って、うん、なんか言えば全然大丈夫。あ、そうか、向こうは向こうでなんかいるんだよね、多分ちゃんと作れる人がいるんだよね。みんな買えるのかな。やばい、松村さんラジオショッピングです。やばいじゃん、ラジオショッピングってやばいじゃん、本当に。ちょっとそう、まあいいんだけどね、なんかだからちょっと考えますか。考え、もしかしたらやるかもしれない。え、そうそうそう、うん、でも本当めっちゃおしゃれだった、はい、いや普通に、あ、すごいなって思って。そうですよ、競馬グッズとか着てますよ、松村さん。競馬グッズとか、競馬グッズ、馬のデザインのなんか赤いペンとか。あ、赤いペンいいじゃないですか。一番使えるの。もうその時に感覚安すぎて。確かにやばい、赤字じゃん。もうあれ普通100円で買えるものをなんか、そうだよね、なんか名前入れて、そうそうそう、ぼったくりじゃん。もう分かりやすいぼったくりだよね、ほんと。すごい、なんか変なの作るか、なんか馬の帽子がもう絶対誰も買わないようなのもあえて、本当にもう向こうに言われそう、ちょっとそれは売れないです。2個目ますね。そうそう、ちょっともう、まあ、ちょっとないですか他にって言われそうだけど。まあなんかね、うん、あれば、まあちょっと考えますわ、うん、なんかあったらね。プライベートでも結構競馬行くんですか？あ、全然行くっていうか、一回預かりますね。あ、すみません、出ないんですね。あ、出ない。あ、そうそう、なんか止まってる、めっちゃ。まあ行ったりとかするし、はい、まあでもネットで買ったりとか多いけど。あ、まあできますもんね。でも本当そんなしないでしょ。私あの辞めてから何回か行ってますね。うん、あ、そうなんだ。はい、それこそ北海道の牧場三軒馬見に行ったりとかしてます。え、なんで行ったの？え、なんか馬が可愛すぎて、うん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 、なんか馬が可愛い入りでもいいのかなと思って。全然いいと思うよ。そうなんですよ。だから。あの馬、私ハマると行動型でやっぱ旅行中心に来てるんで、あの先に馬見ようと思って牧場にアポ取ってあの見に行きました。来年あの売る馬とか見て。あ、それクトセールのこと？ん、あれ、私はその、まあ、あれですけど、お金出さないですけど。あ、普通にね、はい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 、アポ普通の育てて売れる方のね、はい、すごいね、はい、マジですごいね、行動派。だってさ、旅行のやつちょうどあるから、そうそうそう、なんでだろうって思ってたもん。行こうとしてるんだね、次ね。はい、今、はい、HIS 行って、ちょっと今日相談行ってきました。え、それも一人で行くの？はい、一人で行こうかなって思ってます。いや、ほんと、え、あれはしないの？ FC のさ、旅行みたいな、はい、私、ファンクラブなく、あ、ファンクラブありますか？え、ないないよ。ファンクラブ今ないんで、あれですけど、まだ発表してないですけど、うん、できます、ファンクラブは。あ、そうなんだ。もうそろそろというか、はい、今年中にはできる予定なんで。それでなんかそうツアーやりたいなと思って。私旅行好きだから。だったらね、そう、行きたい人、うんうんうん、そんなに本当に私が行きたいところ行っちゃうけど、あ、まあ、ついてこれるなら来いよみたいな。ついてこれんだったら来てみたいな。そうですね、本当に私が行きたいところに行くツアーはやりたいなと思ってます。え、FC ってさ、はい、オンラインサロンとかじゃないのでちゃんとやるの？はい、オンラインサロンってあれですか、 Facebook とかのやり方ですか？あ、そう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 、あ、 Facebook のやつじゃなくて普通にホームページをあの一掃して、うーん、もうあのよく芸能人がやってるような、事務所に、ね、入ってる芸能人がやってるような会社でやってもらうんで。あ、そうなんだ。それならいいね。はい、そうそう、 Facebook のもさ、あれさ、はい、なんかFacebook でやり取りめんどいじゃん。難しいですよね。そう、しかも実名だしさ、はいはいはい、嫌じゃない？なんか嫌ですね。私はちょっと、私も嫌だもん、自分でさ。しかもさ、そのさ、ファンの人とかってさ、はい、やっぱハンドルネームあるじゃん、うんうん、なのにさ、あれみたいな、急になんかね、そう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 、急になんか、それこそさ、ヘンテクのさ名前でやってるのにさ、急にすごい真面目なんだよ。なんかなんか佐藤太郎みたいな感じですけど。そういうのだと分かんないですよ。こっちも分かんないから、そうそう、こっちもさ、あれみたいな、え、誰こいつみたいになっちゃうじゃん、うんうん、なんかアイコンでどうにかさ、はいはい、あ、この人この名前なんだ。いや、嫌じゃん。なんかあの Facebook の決済のページがめちゃくちゃ難しくて、うんうん、なんか入るのも大変だし、あの辞めるのも難しい。私、あ、そう、辞めるの大変なんだよね、あれね。そうなんですよ。で、手こずってさ、なんかブーブー言ったりとかあるじゃん、揉めたりとかさ。私1年ぐらい1人そのオンラインサロン入り続けてるんですけど、全然辞め方わかんなくて。え、
やってます。でもさ入っててさなんかさ学んだことあるの、その いいなってやっぱ思うの。いやそこのコミュニティは、いやそこは有名なあのコミュニティなんで、うん、結構なんかその出てない情報とか入ったりするけど、活発的に、ね、動いてる。ただそもそも私は Facebook を開くのがめんどくさいっていう、ツイッター、インスタは開きやすいけど Facebook の見方がそのいっぱいなんかその人もコミュニティのページ作っててなんか部活みたいな感じやってるんですけど、うん、難しすぎてちょっと Facebook 苦手だなと思って、まあ、そうだよね。結局もうほぼ開いてないですね。全然もう何ヶ月も開いてない、ね、結局さ、まあでもさ FC とは別で、うん、まあなんかその固定の収入も入ってくるし、はいはい、みたいな。一応システムとして会社もちゃんとしてるから楽だよ、うん、みたいな感じだけどね。うん、いいやって思っただから、うん、ちょっとなみたいなやりたくな、うん。でも FC まあそのね FC 作って、はい、そのやるのはめっちゃいいね。そうですね。ブログやってないから、そこでブログやる分にはいいのかなっていう。あでも絶対いいと思うよ。うん、そうやっぱ。ガラケーいるからきっと、うん、そうですね。ガラケーきっといるからきっといるからスマホじゃなくてガラケー対応でねブログ見れるようにしないとログインページがもう入れなかったやばいあーってなっちゃう。そうだよ、ね、そうですね。そうだよそうだよ、きっと一人ぐらいいるはずだからそうなんだ。でも嬉しいね、うん、FC はなんか私もすごい言われる、うん、作ってそれで、ね、やりたい気持ちはあるんですか。あるあるっていうか、うん、なんか、まあ、こうこうこうでって、だからさ、はい、FC もさ、はい、月額と年間分け、はい、ね、分けるの、うん、ああでも分けるというか今のところ考えてるのは月額制で考えてますね。あそうなんだ、うん、か年間の方がやるのが多分大変だったのかな、うん、なんかそういうので、そっかそっか、はい、でも絶対いいだろうね、うん、まあなんか見やすいものあった方がいいしね、うん、そうですね。最初はなんか絶対作んないですとかどっかの多分生放送とか言ってたんですけど、あそうなんだ。でもなんか、うん、運営してる会社がちゃんとついてればやれるかな、うん、なんか一人だと、うん、もうなんかいろんなメールを送ってとか、うん、誕生日バスでメール送ってとか、結局その例えば500円払ってもらうにしても、うん、その500円分の対価を自分で作って、あ対価というかその相手にちゃんとなんか超えなきゃいけないって思うと大変じゃないですか、うん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 、だったんですけど、なんかやってくれるところがあるんでそこはまあ任せようって、ね、うん、運営はしてもらおうと思って。確かにそれはいいね、うん、私もさなんか島田遥香って分かる、はい、分かりますよ、辞めた子が、はい、であの子普通に今いろんな仕事してるんだけど、はい、それでなんかそういうウェブで、はい、それこそホームページとか作る、 FC とか作るのもできるから、うん、はいはいはい、っていう話をこの間たまたま会った時にしてて、はいはい、だからもう島田だったら別に知ってるし頼みやすいなって思って、いいですね。そうしかも友達価格にするからみたいな、うんうんうん、パーセンテージ安くするって言われたから。本当にホームページ作るのめちゃくちゃ高いからそうだよね、うん、そうだから私もそうやって言われたから、うん、友達確保してくれ、しかもね下手なところで安くされるよりは知り合いのところで安くされる分には、別に大丈夫だ、いいじゃん、うん、ない、そうそうそう島田ね、うん、そうなんだよね。だからいい人とさ会ったらね、はい、巡り合えばいいけどさ、そうですね、うん、それとかもさもしかしたらさ変なとこかもしれないじゃん、うんうん、そう思うと怖いよね、うん、もうそれこそやっぱ 誰がそこのファンクラブ使ってるかを調べて、まあ有名な方しかいないんで、うん、まあ大丈夫かって思ってやるんですけど、そうだから私もなんか他のなんかこのなんかこういうのでどうですかみたいな、はいはい、来たの、はい、ホームページみたいな、したらさ、はい、なんかクリックしたらさ、はい、なんか仮想通貨のなんか出てきて、なんかよくわかんないんだよね。だから、まあ、ポイント制みたいなのが、はいはい、まあ、課金がさ結局それがポイントか仮想通貨なんかわかんないんだけど、はいはい、ウェブマネーみたいな、よくわかんないんだけど、もう嫌だ怖いと思うね。私もなんかホームページをあの作ったっていうのを普通にツイッターで書いたら、うん、それを見た人たちが多分ホームページ関連の人たちがバーってメール来て、うん、あもっとこうできますよできますとか、うん、無料でやりますとか、そのスポンサーになるみたいな PR してくださいみたいな、うん、でその人の一つはホームページ開いたらめちゃくちゃホームページがしょぼくて、むしろしょぼいみたいな、そのなんか超えれそうみたいなところがあったんですよ。あ、そうなんだ。そこはすごい怪しかったですね。みたいな、動いてなくてなんか
あの軽いサイズが合ってないまず。インドガラケーじゃない。ガラケーガラケー対応がしてなくて、iPhone 対応してなかったからちょっとむずいかもみたいな。そのクリックも別に押す場所もないし、うん、概要別にない中身もなくて、うん、だからちょっと読みましたけど、だからなんか多分ちゃんとしたところだったら、ね、まあまあそうだよね、ホームページ作る意味というか。やっぱちゃんと一人やってますみたいな感じは。やばいじゃんそれ。そんなのあったんだ。はい、あれですか、名刺とかも作りました？あ、作った作った。おー、私作ってないんですよね。あ、そうなんだ。なんか名刺のなんかそのやり取りのやり方があんまよく分かってなくて、結構なんかその、うん、インタビューかなんかで見たやつでもらうようにしてたみたいな、最後卒業の時みたいな。あ、そうそう、もらうようにしてた。それで自分からメールを。送ってた、挨拶のやつ送ったよ。やめ、卒業しますみたいな。いやいや、なんかもう卒業しますでもらって、はい、で引っ越して、まあ、落ち着いたりした時に、はい、なんかじゃあ卒業公演とか来てくれた人は、はい、じゃあ卒業公演来てくれてあの時ありがとうございますみたいな。それでなんかこっちに引っ越してみたいな、はい、だいぶ落ち着きましたみたいな、うん、で555でみたいな、うん、引き続きお仕事したいですみたいな、バーみたいな、うん、挨拶みたいなすごいのは送ったけど、はい、まあでも本当にだから形上みたいな感じだよ。でもまあそこでなんか案件振ってくれる人とかもいるから、うん、あれだけど、まあ、一応なんかね知っとこうみたいな、うん、でもまあなくても今の時代だったらね、うん、そう、なんか作りたいって思ってるんですけど、うん、何をなんか入れた方がいいの？なんか肩書きとか経歴とか入れてますか？入れてない、入れてない。もう普通にシンプルな名前と、あ、そうそうそう、あれ今日あるか、私持ってきてない気がするな今日。あ、持ってきてねえや。いつも持ってなきゃいけないんだろうけど、ないや。あ、なんかゴーさん来てるって書いてあります。嘘、ないない。あ、控え室で見てますって書いてある。控え室だいぶ終わったの。シューターの控え室で見てますって書いてある。だいぶ終わった。やばいやばい、消しちゃった。どこだ、ショールームか。終わったのかな、ね、終わったならね。いや来てよ、来てくだ終わったなら来てください。打ち上げか、打ち上げか、はい、勝手に使ってるから場所を、うん、でもなんかお、その競馬とか、はい、ボートとかはやっぱもう名刺交換するのがもうなんか、はい、多いから、うん、なんかそうですよね、みたいな。そうそうそう、職業的に。でも本当に名前変えて、はい、連絡先と、うん、あと住所、うん、ぐらいしか書いてない、うん、あとあのツイッターとかのアカウント載せてるけど、はいはいはい、あ、じゃあそれがそれぐらいだったら作れそうだ。全然作れる。そう、何か書かなきゃいけないのかなみたいな。結構凝ってる人いるじゃないですか。いるいる。だからそれでさ、裏面にさ、それこそさ、はい、経歴書いてる人もいるし、うん、人によるよね、うん、すげえおしゃれみたいな、はいはい、全然、え、めっちゃやばいよ本当。どんなんだっけなシンプル。え、そう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 、全然ね、そんな凝ってない本当に。どんなのだっけ。やめて2ヶ月で結構稼働してますよね。いやでもさ、そんなさ、最初だからさ、はい、いやこれでリピート来ると思えないもん。え、やばいな、本当その日暮らしのニートじゃない。その日暮らしよ、はいはい、本当に。え、でもなんか毎月不安になりません、お金とか。え、思うよ。来月なんか家賃とか、うん、いくら使えるとか。え、思う思う本当に。え、だからもうだったら稼げるときに稼ぐみたいな、うん、本当に。でも全然まあしょうがないけどね。でもめっちゃ不安になるよ、うん、でこのままうまく大丈夫かなみたいな、うん、いやもうそしたら最悪おじさんに頼る。おじさんっていうのはあのファンの方ですか、はい、ファンのおじさん。ファンのおじさんとパパ活用して、うん、まさかのファンの人をパパにするっていう。最悪本当にクソ野郎まで。ね、え、でもさ不安になる、はい、だってめっちゃ中層にしか私見えないよ。いや、めっちゃ不安ですよ。不安だけど、うん、あの逆に今しかお金使えないかもって思って、うんうんうん、そもそもそんな貯金できるタイプじゃないんで。あ、そうなんだ、はい、がっつり結構もう今年は、うん、あの旅行に使おうっていうのがあるんで、うんうんうん、まあいろんな
土地行って、はい、なんかいろいろ見てってことだよね。そうですね、まあ、ネタにもなるし、まあそうだよね、ちょっとなんか仕事で被ってる話とかは行っとこうと思って、うん、先に自分で行こうと思って、うーん、飲食とかなんかちょっとやってるんですけど今、うんうんうん、なんかそういうので使えそうな、例えばワインだったらなんかスペイン行かな、スペインだとかバスクとか行かなきゃなとか思って今計画してます。すごっ、ちゃんと考えてね動いてるし、だってこんなとこ私行こうと思わないもん。あ、そう、なかなかのやばい場所ですよね。そうなんです、結構なんかいろいろ変な場所に行こうと思って、あんまり初海外じゃ行かなそうな場所みたいなところをいっぱい攻めていこうと思って、うん、でも一人か、え、ツアーで行かないの？向こうで自分で好きなとこ行く？いや、あのここは結構やばい、あの治安的にちょっと危険なところ行こうって今思ってるんで、そこはツアーにしようかな。でも現地で自由行動があるツアーにします。ああ、まあまあ全部一緒だったよね。怖いあれなんで、その行き帰りはちゃんとついてくれるっていうので行こうかなって思ってますね。え、他のさ行った時にさ、はい、危ない目はあったの？今まで旅行先で危ない目ない、スリあったりとかさ。あ、全然ないですね。大丈夫なの？目の前で知り合いがなんかスリにあってるの見たことありますけど、全然私は大丈夫です。何取られてたの？財布？なんか財布ってか、なんか頭めっちゃ叩かれてた。え、やばいじゃん。でもなんか危ないものじゃないですよ、なんか軽いものが頭叩かれてる間にバッグを取るみたいな。え、やばくないそれ？スタッフですえ、ありました。やばいじゃん。そうなんですよ。え、どうしてた？見てただけなの？見てました、みんな笑ってました。え、やばいじゃん。マネージャー前のマネージャーが、はい、ありました。え、やばいじゃん、怖っ。はい、でも自分がそういうなんか状況に陥ったことはないですね。怖いね、うん、え、でも海外そういうのあるって言うもんね、うん、携帯取られたりとかあるっていうね。あれで言いますけど、私結構なんかいろんな場所で置いてきたりするんですよ、バッグとか。おうおうおう、でも絶対帰ってくるっていう自信があるんで大丈夫です。なんだその自信。はい、人には恵まれてるなって思うんで、なんか置いてきてもどこでも帰ってくるんですよ、うん、海外とか別になんか見つかったりするんで、そのままになってたりとか。え、取られてなくて？なんかなくて、え、預けられたりとか。すごいね、うん、そうなんだ。そうなんです。でもなんか絶対に運が良くないと多分この仕事をできなそうな気するじゃないですか。あ、まあそれはね、そうだね、多分その時の危機管理できる人じゃないと無理だと思うから、そういう自信で、なんかこれで事件とか出たらちょっとやばい。騙されるんだ。嫌だよ、嫌だよ、もうここさ行くの見えてるから、この土地で何かあったの知りたくない。私あったら、ね、あの時止めとけばよかったみたいな。本当危ない、本当に。まあまあまあ、いけると思います、大丈夫だと思います。おすすめの場所とかある？どっか行ってみて。おすすめ、うん、よかったとことか。え、無難にニューヨークが楽しかったですけど。あ、やっぱ、はい、そうなの？ないね、楽しかったですね。なんか食べ物もちょうどいいし、うん、あの動き回るのにもちょうどいいし、なんか治安悪いってそのネットで調べたら書かれてるけど、まあまあそうだよね、あの実際地下鉄一人で乗れるぐらい、私英語一個も喋れないんですけど、うんうんうん、でも乗れるぐらい結構感覚で行けるところあるんで、ニューヨークは全然。あと買い物がめちゃくちゃ良かったです。あ、そうなんだ、うん、古着とかなんか超高級ブランドのやつが掘り出し物で2000円とか、それこそプラダとかそういうなんか聞いたことあるところとかが全部なんか5000円以下とかで買えたりとか、ヴィンテージみたいな感じで、はい、え、めっちゃいいね。しかも状態めちゃくちゃ綺麗です。あ、だからそれを多分こっちで売れば、はいはいはい、売ってる人いるじゃないですか。いや、いるよね。相当儲かってんだなってその、あ、思ったってこと。アメリカ行ってめちゃくちゃ落ちてるってか、その掘り出し物あるんですよ。あ、そうなんだ、はい、これ売ったら結構なって言うぐらい。え、だからさ、買い付けみんな行ってんのかな。買い付け多分、うん、そうなんだ。韓国とかは多分めちゃくちゃ安いから、うんうんうん、やっぱ行くタレントさん多いじゃないですか。それはすごい感じました。ニューヨーク行くお金はかかるけど、うん、あのいいものさえ持ってくれば、まあ、まあ持ってきて多分元は取れるぐらい。メルカリで売ろっかな。ちょっと、ね、生活に困った時はちょっとニューヨークを思い出して。やばいよ、本当にそうなんだ、はい、でもそのあのアプリ使って泊まり行くのはマジすごいわ。でも、うん、その最初行ってたさ、はいはい、Airbnb、うん、あの物価が高かったりするんで、うんうんうん、だいぶ超セレブの家がプール付きとかで、うん、めちゃくちゃ安く泊まれますね。え、それはなんでなの？本当に普通に普段住んでる人が暇だから、あの
他の会が行ってる間に貸してくれたりするから、もう余裕があるからレベルが違うんだね。レベルがもう違うから、もうどうぞどうぞみたいな、勝手にやっといて。ホームステイじゃないってこと？じゃないですね、いない状態でなんで、鍵を受け渡ししてもらって、うんうんうん、もらって勝手に使っていいみたいな。あ、民泊と一緒か。そうですね、うん、おお、そうなんだ。めちゃくちゃ楽です。え、あれもやったの？なんかさ、タクシーのウーバーとかも向こう。あ、ウーバーないと多分。そうだよね、うん、なんかめっちゃ言うよね。そうですね、ウーバーばっかり使いますよやっぱり。あ、歩くのめんどくさくなったら、うんうんうん、まあ、もうウーバーにしちゃって安全だし、タクシー乗ると怖いんで、とか連れてかれたりとかあるっていうんで。うん、黄色の普通のタクシーとか個人タクシーとか危ないから、やっぱウーバー評価ついてるんで、うんうんうん、あんま変な人いないからってこと？いないっていうのがあるんで。へー、すごいよ。こんな街で22、23、24、あれ何歳だっけ？21です。 1? あー、21なんて上にクソクソ言ってた。結構ちょっと待ってくる。21で逆にその態度やばい。なんてんだよ、本当に。暗黒な時だよ、21なんて。本当に悪口しか言ってなかったのに、すごい本当にちゃんとしてて。いや、マジ若いよね。まあ、入ったのが若いから、ね、しょうがないか。なんか結婚願望とかあるんですか？いや、あるあるある。そもそも言葉期待してしようと思ってたけど、それやめたけど、ずっとあるあるある。そうあるけど、うん、でも本当に、うん、そのドッキリ以降マジで、はい、したとしても、はい、ちょっとマジいろいろ考えなきゃなって思って、はいはいはい、ずっとどうしようと思ってそう、ピアおじさん、はいはい、ピアおじさんがちょっと意外といるなって思ったから、はい、それだけ困ってるけど、うん、あるよ。でもさ、21だったらやりたいことやって、うん、最終的に結婚できたらいいやぐらいじゃない？だからというか、なんか結婚願望が全くなくて。そうだよね、だって今がさ、うん、一番楽しいって感じじゃない？うん、本当そうな気がしますね。だからもう全然なんだ、ま、一応地元の長崎なんで、うん、結婚してる人とか子供いたりとかもある、うん、あるんですけど、いるよね、21だと早い人はね、うん、でももう本当考えられないですね。うんうんうん、全然したいなっていう気すら起きないし、やっぱフリーだから、その来月が不安とかそういうのがあるから、はい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 、そんな人を相手にしてられるよ。本当人のなんかちょっと面倒見る方向で考えちゃってるけど、その、まあ、無理だなって思いますね、その相手するのは。まあそうだよね、それで自分の趣味の時間もさ、うん、あるわけじゃん。そうですね、ってなったら、まあやってる時間がもったいないよね、うん、今はそうじゃない絶対ですね。分かんないけど全然だってさ、いやまだまだあるもんね。だってさ、うん、別にさ、変な話さ、アイドルももう一回じゃあ急にだよ、はい、ないと思うけど、やりたいって言っても戻れる年じゃん、その、はいはいはい、別にさ24ぐらいでさ戻ったってできるわけじゃん、うん、はい、なったらほんとちょっと無限だよね、羨ましい、うん、本当に。大丈夫じゃないですか、戻れる。いや、いいですよ。いいですよ、なんか、そう、SK もなんかね、10期生応募するんだけど、年齢制限なしでやってる、次。すごい、やばいよね、年齢制限なしなしで、なんか、応募開始みたいな、告知でつった、そう。話題になるんじゃない？気になる。戻んないですよ。こう言いながら実は応募してる。やばいでしょ、本当にやばい、頭おかしいよね、そしたら。年齢制限なしだったらさ、絶対来るじゃん、いっぱい。いや、絶対来ますよ、もうなんか、ノリで、なんか飲み会のノリとかで応募させられるとかも絶対ある気がする。あ、そう、10歳以上だったらいいみたいな。じゃあもう。10歳だよ。10歳がさ、やばくない？だって今、メンバーの中で一番上で多分27とかがいるから、はいはい、10歳と27一緒にいたらさ、横で踊れないよ、もうなんか。もう無理じゃん。17で産んでたらさ、子供なわけだからさ。そう思ったらさ、扱いが、そう、うん、いやいやいや、あのさ、めっちゃさ、はい、気になるんだけどさ、はい、なんだっけ、元乃木坂って言っていいですかとか言われたりする？表記とか。あ、言われます。それどうしてんの？私は OK ですって言ってます。それさ、はい、でも多いよね、やっぱ言われる。多いですね。なんか向こうがさ、申し訳ないんですけどみたいな感じで言われるの、はい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 、いや、割とも、まあ、そのタイプもありますけど、うん、もうなんか書く前提の人が多いですね。あ、もうこれでいきますみたいな、うん、はいはい、あ、そうなんだ。どうしてますか？書きますか？あ、全然いいですよって私も言ってるけど、うん、でもなんかすごいなんか
申し訳なさそうに言ってくる人も多いから、はいはい、おーって思ってたぞ。まあ、でも過去にやっぱ傾向があったんでしょうね、そのあんま書きたくないみたいなのが。あ、やっぱいるのかな、うん、やっぱそうなのかな、うん、なんかこう掘って聞いてみるとそういうのはすごい言われますね。ああそうなんだ、うん、やっぱ嫌な人もいるから、その新しいところに行ってるからもう過去は出したくないとか触れないでくださいみたいなのが、あーなるほどね、アイドルブランドみたいなのを使いたくないみたいなタイプもあると思うんですけど、私は多分もう 使った方が絶対得するから。まあ確かに、うん、でかそこにプライドがない、なんかその私一人で今までやってきたぞっていう気持ちは全くないから、もう多分絶対にグループありきだっていう。あ、まあまあもちろんそれは私もそう、うん、本当にむしろ全然、あどうぞって感じです、書いてくださいって。そうそう、うん、めっちゃ最近だからなんかさ、うん、それも言われたのもあったし、その、はい、セカンドキャリアのやつで、はいはいはい、いやこの間話すきっかけがあったんだけど、その作者の人とかとも、はいはい、したらなんかやっぱ言われるのがコンプレックスみたいな、うん、人もいるって言ってたから、うん、あそうなんだって思ってて、うん、そうだからどうなんだろうなみたいな。あないですね、うん、まあ人によるか、うん、結局、うん、そうだよね、うん、本当に。いやもうだからさ、SK 側とかに使わないでくださいって言われたらもうどうしようって感じ。あ、そうそう、逆にそう、 そう、私も言い過ぎちゃって、どうしよう使うなって言われた時は怖いですよね。やめてくださいって。どうしようみたい、うん、S 丸 S 丸 E みたいな、悪いことしたみたいな、どうしようみたいな、もうそういう風になりたくないと思うけど、うん、本当にわかります。え、コンサート見に行ったりしてる？それはない。初めてこの前、行きました、卒業メンバーの卒業の時に。あ、そうなんだ。一回だけ行きました。あ、行った行った、私も行った、うん、でも別に行けますよね。全然全然、なんかその気まずいっていう人もいるっていうの聞くけど、うん、全然別に堂々と、うん、そう全然行く、うん、だってさ、メンバーの子とかも行ってたよ、名古屋とか行ってたよ、見に、うちのメンバーの子とか。あ、はいはいはい、コンサートそうですよね、行ってる子もいたし、うん、まあ、結構行ったりしてるもんね、うん、いやだから本当にすごい、ノイに入ったことが本当にすごいよ。いや、ありがたいですね、すごい、すごいな、うん、でもなんかもう一期生がどんどん辞めてっちゃうんで、そっかそっか、なんかどんどん確かにライブは行きづらくなるのかなって、なんかその気使われちゃいそうで、後輩にあんまり関わってないから。はいはい、それこそ今4期生までいるんですけど、4期生もう4期生までいるの？4期生の子は全然喋ったことない。もうじゃないか、まだ4期、まあ、まだ4期って言うんですかね、8年目とかなんですけど。あ、じゃあまだ4期生か。まあでもそう、4期生とはほぼ関わらずに終わって、3期までですね。ああ、はい、3期生って誰がいる？ヨダちゃんとか。ヨダちゃんです、ね、ああ、はい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 、そこまでなんで、こっからこう増えていくだろうなって思うとちょっと行きづらいかもしれないけど。うん、え、もう1期もほとん何人残ってるの？でも結構いるでしょまだ。まあ言ってもいるとは思うんですけど、昨日かな、昨日もあのその桜井玲香ちゃん卒業発表しましたし、うんうんうん、発表したよね、うん、そうですね、先月が2人卒業してるってことになるのか、うん、とかなんで結構多いのか。でもそうですね、去年今年はラッシュ来てて、うんうんうん、もう十何人とか辞めてるのかな、そんな気が。12人、あ、そんな、うん、とかですね。え、全然辞めてないイメージめっちゃあるんだけどね、意外と、うん、意外とそうですね、そうなんだ、去年今年がパパパパパッと多かったとか、暁とかパーって、うんうんうん、ああそっかそっか、うん、あら、へえ。でも1年後に辞めますって言ったのすごいね、なんか、うん、え、どのくらい前に卒業は言いましたか、伝えましたか？私はなんかもともと本当に一回辞めたいってなった時に相談はしたんだけど、はい、まあなんかありがたいことに説得もされて話し合いもして伸びてって感じだったけど、でももう一回思って言ってからはなんかそのさ、なんだっけ、リリースのタイミングだったりとか、あとじゃあもともとここのコンサートがありそうとかもあって、はいはいはい、でも流れたりとかもあったから結構ズルズルだったんだよね、はいはい、うん、
伸びて伸びて、そうそう、だから自分的にはそれこそじゃあ1月の誕生日とかがよかったけど、はいはい、いろんなタイミングで無理ですとかなって、はいはい、じゃあ春になってとかで5月になってとか思ってたよりスパッてできなかった、なんか他のタイミングがあったりとか、はい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 、他のところとの兼ね合いで無理だなみたいな、確かに、だからそんなここで絶対とかできなかったな、なんか、そう結構いい投資した感じは私はあったけど、なんか卒業の何で卒業したいとかこだわりありましたか？私、うん、あでもなんかそのコンサートはできたらしたいです、はい、みたいな、それは話してたかな、もともと握手会とかも最後ギリギリまでありました？私はね握手あった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 、なんか握手特殊だもんね、なんかちょっと違うでしょ、48と違うよね、違うんですかね、でも結構先々まで出てますよね、日程出てますね、あ出てる、出てますよね、え電握も劇場も両方あるの？劇場がないんで、なんと、え、小握、個別みたいな、あ、そう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 、あ、個別と全握あります、あ、それはそうなんだ、はい、はい、で、大体もう土日は握手やってたんですけど、でもやり方は多分一緒じゃないですかね、一緒、こう全握はペア2人とかで、あすごい、まあ人気な子は1人でやってて、あ、そう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 、あじゃあ一緒か、うん、そっか劇場公演がないんだもんね、そうですね、劇場がない、そうだよね、そうだよね、うん、そう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 、それがないから生誕祭とかが握手会なんだよね、うん、あれだからお花とかさ、あそうですね、握手会の時の休み時間に生誕祭をやるみたいな、うん、ああ 10分とか例えばやってって感じです、うんうんうん、え劇場があると、うん、公演で やるら生誕祭メインっていうか、なんか通常のセットリストで、はい、いつもやってるセットリストだけど、なんか後半の部分にセレモニーみたいなのがあって、うん、そのケーキの偽物だけど出して、はいはい、ふーって吹いて、はい、でだいたいメンバーとかからの手紙来て、はいはい、手紙を読まれて、はい、自分のスピーチしてみたいな、うん、じゃあ毎回誕生日になりますね結構ね、えそうだよそうだよ、だからなんか感動もあるのかなっていうぐらい、そうメンバーも多いじゃん、うん、だからそれこそじゃあ4月って固まってたりとかしたら、はいはい、今日ナイナイちゃんみたいな、うん、次の子もナイナイちゃんの生誕みたいなしたらもう、はい、ファンの人がさ、はい、全体のファンよりももうその子の推しのファンの人ばっかがいっぱいこう来るから、はいはい、まあ別に正直あんまりちょっと見られてたりとかないだろうなみたいなのも全然あるし、でもなんかその熱量がさやっぱファンの人によっても全然違うから、はい、まあ、それが楽しかったりもするから、なんかもう本当その子が主役になるように、まあ、周りは立ててあげてみたいな、劇場公演、その公演自体も月めちゃくちゃ立ってたりしてたんですか？毎日やってるんですか？いやなんかね分かんないよね、だってねそのSKE3 チームのあと研究生の公演で 4公演あるのよ、はい、演目が、はい、で週に何回かみたいな、でも、はい、やっぱさチームのやつも16人で1公演なの、はい、ただ休みが多いとさ、うん、仕事とかで、はいはい、その他のチームの子が出たり、まあ、研究生が出たりとかして、はいはい、じゃあ元々公演の日が決まってたのに、はい、あまりに休みが多すぎてなくなったりもあるの、だからそのS の公演だけ、 S の公演は月にじゃあ6回あるのに、はい、K2 の公演は2回しかないとか、そういうのもある、そのへえ結構バラバラなんですね、そうそうそう、だからすごいある時とかはその土日に2回公演とか、うん、昼と夜、うん、でも死ぬみたいな感じ、はい、えそれリハいつやってるんですか？えリハはその前にやってるけど全公演全部通さないよ、あいつものじゃあその危ないところの動線の確認とか、はいはい、じゃあ体、まあ、公演がそれこそ2日おきとかにあるとさ、はいはい、まあ、みんなできるから、はい、じゃあアップで1曲疲れるやつだけ やりましょうとか、だから何時に6時半開演だけど、うん、3時2時半3時入りとかかな、うん、でもすごいやっぱライブ量が多いから絶対こっちよりも稼働はすごいですよね。でもさコンサートの数が違うじゃんこっちと。えそうなんですかね、
それすらも分かってないんですよね。なんかその劇場プラスに私たちのベースが入ってるのかなって思う、そのツアー、そのでもさ、めちゃ定期的にあるじゃん。まあやってますね。決まってやってるよね、うん、やってますね。だってさ、そのさアンダーとさ、はい、別れたりしてるじゃん、はいはい、でうちって別れないからさ、その全体のコンサートだとしても、はい、すごいいいなって思うのは、うん、そのここの選抜がやっぱメインになるのよ、はいはい、歌を歌ってる子たちは、はいはい、で選抜じゃない子たちはここの周りになるわけ、はい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 、基本ジャニーズジュニアみたいな感じなんかもう本当に、だからなんかここがメインになれるのってコンサートで基本本当にないから、だからやっぱそのアンダーで武道館やったりとかあるじゃん、はい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 、そういうシステムは本当に羨ましいなってすごい思ってた、その当時から。逆に私はチームとかがあるから、うん、アンダーって分かれてないからそっちの方が目立てるっていう感覚で言いました。いやチームの稼働でツアーって基本昔あったんだけど、うん、もうないのよ、うん、もうだから本当に劇場のだいたい300人ぐらい来てくれる、はいはい、ファンの人の前でやる分には、うんうん、まあ16人だからあれだけど、でも劇場は劇場の良さがあるけど、やっぱコンサートの良さもあるじゃん、うんうん、すごい、でその大きいキャッパだったアリーナとかを結局そのメインのじゃあ選抜のシングル歌ってない子たちだけでやるっていう機会もないし、基本じゃあなんだろうな、全体曲以外でさ少人数のユニット曲とかもあるのよ、はいはいはい、ブロックが5人とか、はい、じゃあ3人で歌ったりとか、はいはい、そこも結局選抜の子が入ってくるから、 それ以外の子って本当にあんまり出るところがなかったりするから、そういうスポットライトをなかなか浴びれるきっかけがコンサートではなかったかも、人による。本当に確かにそうですね。そうってなった時はなんかさ、そのアンダーのシステムってさ、やっぱ選抜に押し上げてあげようとか、じゃあ選抜とは違くてアンダーアンダーの良さがあるんだよっていうので結束するじゃん、はいはいはい、そういうのはないかも。うん、それがまあ選挙なのかもね。あー、はいはいはい、そう、もしかしたら団結して何かを。でも本当になんかその劇場があるから距離が乃木の子よりはもしかしたら48の方がファンの人とは近いかもしれないけど、でもブランド力っていうかやっぱ近くて会いすぎちゃってる分、うん、それぐらいの距離の方がやっぱなんだろうな、ブランド的にっていうか、そういうのはいいのかなと思う、その距離感で。だからまた全然やっぱそのいくら最初はライバルっていう風になったけど、うんうん、全然違うなと思う、その熱量の使い方が。そうですね、そう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 、だからこっちは本当個人で応援してあげるって感じ。うん、確かにこって感じ、その選挙も含めて、はいはいはい、こでなんかどうにかしてあげるみたいな。確かに個の力試されますよね、総選挙とかは。そう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 、特にでもちろんその SKE のメンバー全員が好きみたいな、はい、箱推しみたいなのもあるけど、はいはいはい、でもそのアンダーの子と選抜のその何乃木のここの熱量とまた全然、うんうん、確かに違うと思う、うん、だって絶対こうだと楽しいじゃんって思うもんだって、うん、でもなんか最初の時はそのなんだろう、分かりやすくアンダーっていうくくりをされすぎてすごいなんだろう、やむってこと、うちらはテレビ出れないんだみたいな。ああそういうことか。完全に、はいはいはい、なんだろう、テレビはあっちで、うん、うちらはずっとライブをやっていくんだっていう気持ちになりすぎちゃった。あ、メディアじゃないみたいな。メディアじゃない、メディア班じゃないみたいな。で、しかもなんか名前がアンダーってやって、うん、なんかそれもちょっとなんか恥ずかしいというか、はい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 、なんか友達も呼びづらいみたいな、なんか分かんないですけど、うんうん、そういう看板があるみたいな。うん、でもなんかその最初の方特にその地方とかでちっちゃいところでや、うん、なんか割と市民ホールみたいな、うん、公民館っぽいところでやったりとかしてやってたんですけど、どんどん大きくなるにつれて武道館とか、うん、そういうのが来た時にあ、チャンスあったんだなっていうのは感じましたね。今まではそのずっと地方ではちっちゃいところでめちゃくちゃうちらは頑張ってやってるつもりだけど、うん、東京に帰ってきた時に全く出れないみたいな、休み時間多くて、ね、でこっちの方がライブいいって、うんうんうん、その一応その例えばスタッフさんが言ってくれたりだとか、うんうんうん、ファンの人がなんかそのアンダーはライブ
が魅力だ、ね、強い強いって言ってる割に、うんうんうん、全体のライブになったら全く出てこれないみたいな、はい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 、うちらもやってるつもりだけど、はいはいはい、結局見てもらえる瞬間、関係者がいる瞬間には立ち会ってないみたいな感覚はすごいありましたね、うん、でも今思うとやっぱどんどんこう、うん、なんだろう、アンダーっていうのを、まあでも分かんないですよ、ファンの人が作ってくれたところもあると思うんですけど、で割とアンダーだけで、なんだろう、大きい会場は、そうだよね、うん、どこをやった武道館が、でもすごいやってるイメージだ、やってますね、私の卒業の時はあの武蔵野森ってところで、うん、1万キャパとかなんですかね、有明のやつ、武蔵野森って、いや調布、府中とか、あ、府中か、府中、そうなんだ、飛び田球らへんにあるんですけど、あのアジスタの横、あー、はい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 、かも割と大きくて、あ、横、ここあり、あ、東京体育館もやりましたね、東京体育館も結構大きいですね、はい、うん、でもすごいよ、だってコンサート絶対、だってなんだかんだ私もいろいろやってて、コンサートが一番アイドルしててよかったなって思うもん、うん、劇場は劇場でいいけど、はい、でもそれぐらいのキャパが逆にないもんね、300人ぐらいあった今まで、300人くらいはないかもしれないですね、うん、そうだよね、うん、でもそこでさ、なんか定期的に公演があるから、はい、それでなんか下積みとかできて、うん、そこで目立って選ばれたりする子たちももちろんいるし、はいはい、そこですごい頑張ってる子たちもいるから、急に劇場のシステムなくなったなくなったで、うん、48も多分ちょっとなんだろう、成立しなくは絶対なるだろうなって思うけど、うんうん、コンサートを結局数打ってできてるのはすごい羨ましいなって、うん、こっちもなんかできない時とかあったの、うちらも、はいはい、全然できないみたいな、はい、だからいつもちゃんとできててやっててなんかいいなって、そのもうないものねだりだと思うけどそうそう、すごい充実してるなって肌から見ちゃうと、そうですよね、そうそう、肌から見ちゃうと本当に思っちゃう、だからなんか、うん、確かにそうですね、そうだからもう羨ましさしかないみたいな、そのうちらはうちらでSK としてこう、はい、誇りとか持ってるけど、いやでもさみたいな、あっちも良さそうに見えるよな、そうそうそう、本当にいやいいよな乃木みたいな、いいなみたいな、はい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 、思いますよね、思ってたけど、うん、そうそうそう、楽しそう、コンサート、あ、でもね、一回私あれやったよ、はい、裸足でサマーやったやりたくて、結構なんかね、お互いに違うグループの曲とかやったりしますもんね、うん、え、でもさ、乃木坂やんなくない48のグループ、乃木坂は絶対やんなくない、結構そうですね、最初、ね、本当に一番最初の ZEP の時に、うん、曲が全くない状態でライブをやるみたいな、あれか、会いたかったのさ、あのタイミングですかね、最初の時にやりましたね、なんだっけ、 NMB さんとSKさん借りたのかな、あ、そんなことあったの、ありましたね、そうなんだ、あれパレオはエメラルド、あ、パレオ、パレオはエメラルドやった気がしますね、私は多分そっちの班じゃなくて NAB さんの方をやってたんで、あ、そうなんだ、別で稼働してたの、確かその大阪に行く人と名古屋に行く人みたいな、多分そんな感じで、あ、そうなんだ、多分そのもう一つはやってた気がしますね、うん、でも確かあんまりなくない、だって経験してた子はさ、はいはいはい、まあ、最悪あるけどさ、はいはい、生駒ちゃんはそうそうそう、はい、でもさこっちとかさマジ何にも関係ねえのに全然やるみたいな、うんうんうん、そうだからもう本当にプライド何にもない、本当に何もない、本当にそうそうそう、うん、だからすごいやっぱさ、あ、そうか、レナさんもそうだね、兼任してたしさ、そうですね、やっぱ好きな子多いから、それこそそれこそ言ったらさ、はい、そのノイのオーディション落ちて、はい、欅も落ちて、はい、こっち受かってか入ってくるとか、あ、いる、今の若い子とかいるよ、あれみたいな、こう落ちて落ちてここみたいなうちだったら入れたみたいな、なんかあるあるある、そうそう、だからさ、その曲だからなんだっけな、この間なんか、はい、そう、番組の企画のコンサートみたいな、はいはい、ちっちゃいイベントみたいなので、はい、なんだっけ、自分で曲選べてセンターでできるみたいな、はいはい、あったので、それもまあライブ出れるの人数決まってたんだけど、はい、本当に坂道の曲ばっかだったよ、見に行ってなかったけど、はい、瀬戸り見ててそんな感じだったの、多分自分がやりたいってなったらもう本当にそっちになっちゃうんだよ、へ、うん、すごい、そう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 、え、シングルで行ったらさ、はいはい、どこまでいたの？
帰り道、帰り道は遠回りしたくなるっていう、あ、七瀬丸、七瀬の、はい、センターの曲。ああ、そこまで、そうですね。あ、そうなんだ。はい、だからめっちゃ最近じゃない？そうです。え、めっちゃ最近じゃん。なんていうんですか、1個前のシングルっていうんですかね。うん、ですね、はい。え、あれはあのさ、ヨルダたちがセンターなのはもっと前じゃん。そうですね、夏、あれ、その時はいるってこと。その時いますね。あの、ピアノ入ってくるやつ、なんか曲止まるやつ。あ、そうです、そうです。曲止まるやつね。そうです、そうです。あ、じゃあめっちゃ最近の。そうですね、割と最近ですね。でももっと、それこそもっと最近だからなんかめちゃくちゃ記憶に新しいってことになりますよね。そうなんだ。なんかさ、もっとめちゃ私前に辞めたのかなって思ってたのか。いや、全然です。本当に年末までギリギリまで行って、年明けて 1,2 ヶ月2位として、うん、3月から仕事しようと思って、あの吉田豪さんの部屋出て、うん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 、なんでもう最近です。そうなんだね、はい、そうじゃん。帰り道とかめっちゃ最近やん。本当に最近。あ、そうかそうか、はい。それこそ2月とかは、うん、その前の事務所であった仕事、残ってた仕事というか、うん、だからそのままフリーでやっていいよって言われて、あの案件をそのまま投げてくれて。え、優しいね。そうなんですよ。なんで2月3月はなんかテレビとかも出してもらって、うんうん、あ、そうだったんだ。でなんか辞めたって感じしてるのは本当3ヶ月ぐらいしかないですね。そうなんだ、まだ。そうだから本当に長くやってるイメージめっちゃあるんだけどね、うんうん、それでもないんだね。ですね。あれ？あれ？帰ってきた？帰ってきた？帰ってきました。あれ？どうも。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。最後だけでも顔出してみた。嬉しい。どうもです。やった。帰ってきた。確かにもうあと9分。そうだ、もういろいろ話してたんですよ。早く、はいはい、早く映ってください。はいはい。早く映ってください。ああ、やばい。気にしないでください。大丈夫です。放置です。全然大丈夫です。あ、はい、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。え、なんか打ち上げとか行くのかと思ってたから、絶対来ないだろうなって思ってたけど、あの帰ってから打ち上げに呼ばれるっていう。一回顔だけ、一回顔だけ、仕事しなきゃみたいな感じ。いかがでしたか？え、いろいろ話してた。もう助かりました。助かる。めちゃ結果的にめちゃくちゃ話を振ってくださるっていう、なんか私の部屋ではない。どっちが司会だっていう。全然本当にありがたかった。でも、ね、お互い立場的に近い部分があるから、はい、絶対いいんだろう。そうです。川子ちゃんがやってくれて成功した案件のメールめっちゃくれた。今度もっと仕事頑張ってっていうのね。はいはい、はい、ビレバンとかね、いろんなものが、なんかね、企業実績で川越品なって書いてあるの、はいはい、こことコラボしてるからどうですか、めっちゃ来た、来たから、はいはいはい、川越ちゃんがいっぱいやってくれた、はい、私はおこぼれが来る。逆もしかりなの、はいはい、そっちも遅れてる。結論としてはやっぱフリーはいいわけですよね。そうですね。あ、いい、あの、うん、多分あんまり騙されたりしてないんで、今っちも騙されてないっていう安全性が、そうそうそう、金銭的にも相当、はい、そう、旨味が、そう、旨味分かんないですね、まだ分かんない、ね、はい、そう、でもその日暮らしは変わりないから、うん、ちょっとあれだけど、はいはいはい、そうなんですよ。下北沢シェルターの控え室でコメントしたら、そうそう、吉田剛も来ればいいのにってコメントが流れたんで、そうそうそう、来たんですよ。そういうことです。下北から ここまでは近い、30分ぐらいですね。あ、自転車で、すごいチャリで来たら、大変。雨降ってないです。大丈夫です。大丈夫、うん、あ、よかった、はいはい、向こうもちゃんと和解させてきました。あ、ね、和解、あの、後藤真理子さんと前村千秋さんがピリッとしてたのをちゃんと和解させて、そういう会も、そうです、そういう会だったので向こうはちょっと目を離せないっていうんで、やむなくちょっとここは離れてしまいなかったという、はい、そういう状況だったんです。申し訳ないです。すごい和解。でもね、僕がいない方が視聴者数多いみたいです。で、なんでそんなそんなことないですよね。三枚三枚。まあ、川越さんの胸元効果が大きかったっぽい。ごめんなさい。感じが謝るとこじゃないですよ。じゃあこっち止まってて、あの、どのくらい胸見えてるか気をつけながらやってたんですけど。そうなんですか。はい、いいじゃんね、セクシー。セクシー。始まってから検索したら大体みんな胸のことしかつぶれてない。すいません。すいません。本当に。全然謝るとこじゃないですよ。すいません。そこで明らかにグッと伸びるっていう。ラッキーみたいな。そういうことです。はい、おじさんいっぱいだから嬉しいな。ね。本当今のうちにどうぞみんな。何度どうぞ。どうぞ。胸見てください、ね。ご感傷。紹介しときます。とりあえずは仲良くなれた感じですか、ね。全然、良かったです。お話しして、はいはいはい、
もっと人見知りするかと思ったけど、やっぱね、嘘、あ、そうなんの、ね、こういう大手のグループから出て、うん、後ろに大人のいないフリーになるケースって本当に珍しいと思うんですよ、うん、それでちゃんとこうやって露出する活動をするっていうのも、多分同じような悩みを抱えたり、そうそう、いろいろ話してて、ね、あるある、本当あるあるがあるネタみたいな、あるあるあった、本当に、うん、請求書の書き方とかね、あ、そう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 、はいはいはい、そう、教えてもらってね、そうだったんですね、いや、マジでだから本当にお兄ちゃんみたいな感じなんですね、あ、そうです、そうです、それで思ったね、リアル公式お兄ちゃん、そうそう、全部聞いてるって言ってた、仕事最近めちゃくちゃ合いますもんね、うん、そうなんですよ、仕事で会う機会がすごい増えて、あ、そうなんだ、ミサイディもやってるから、そうなんですよ、うんうんうん、メシアディがどれだけ辛いかを川子さんがね、憧れてたあれがどれだけ辛いかが分かったところで身に染みました。何講談社のオーディションがあるんですよ、はい、ミサイディっていうね、それやってるよね、めちゃ気になったもん、それすごいと思って、めちゃくちゃ大変、ずっと憧れててやりたいって言ってたんだけど、はい、お金にならないから、はい、まあね、乃木坂は断ってて、はい、フリーになったから予約を引き受けられたんですけど、いきなりもう地獄の苦しみを味わったえ、何、もう書類を見るの、本当は朝9時から11時過ぎとかまで、はい、永遠にあのカメラ審査で女の子を見続ける、もう本当に休みなく、これ本当に休憩ないんですよ、休憩ないガチで、あのトイレに行く時間もなくて、はい、まあそれぐらいだって受ける人の人数もさ年々増えてってるでしょ、そうですね、でトイレに抜けた瞬間にいい子が来るかもしれないもんね、で抜けた時にあのその、まあ、そのカメラとしてやってた人には恨まれるわけですよ、はい、そうです、あいつ俺の時いなくなりやがってるから、確かに、そっか、トイレ行っただけなのにみたいな、ね、トイレのタイミング難しかったですよね、下手に、でもさ最終まで来てるんですか、まだですね、まだです、全然、はい、今何時審査、2時っていうんですか、あれは、書類通った人の撮影をしただけで、はい、その中彼らも、それで何人、それで、それで今だから4日間かけてやって、それを、え、じゃあもう100人とかじゃないってことですか、もうそのレベルじゃないです、全然もっとですね、うん、そうなんだ、死にますよ、すごい、でもあれとかもさ、はい、なんか今言ったらあれじゃない、すごいさ、はい、あそこからもうどんどん出てるやつが多い、出てる方が多いからさ、まあ箔がつくじゃん、ね、ID 出身って、はい、あのまあゾックとかね、大森さんがやって、大森聖子さんがやってるのとかほぼミサイディだしで、へえ、でもすごい大変なんだ、ね、憧れる仕事がお金にならないとか多分いろいろ今実感してるところだ、そうですね、そういうのは実感しましたお金とその好きな仕事のバランスは、うん、なるほどね、やっぱり感じましたけど ね、企業とかでちゃんとお金になる仕事もやりつつ、そう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 、お金にならない、そういう趣味のこともやりつつっていうね、そのバランスをどうするかっていう、稼いで楽しいこともしつつみたいな、はい、お互い告知があれば、 ありますか、告知、ぜひ告知、あれ受けたよかったっけ、大丈夫ですか、あれ、ん、大丈夫ですか、私どこやってたっけ、はい、あ、あった、え、どうぞどうぞ、告知ですか、沖縄、22、23、それも僕ですね、そうですね、郷さんと2人で沖縄に行くので、はい、22、23、横みたいな、22、23、来てください、沖縄に、ぜひお願いします、もう川越さんのまとめが大量に立ってましたよ、そういえば、海外で知らない人の家に泊まっていたとか、あ、そうなんですよ、そう、すごい、本当に、うん、だから郷さんと仕事するか海外行ってるか、最近めちゃくちゃそういうバランスやってます旅行行って、あ、はい、来週のお話はいいんですか、やりませんでした、来週があれですか、あ、そうだ、まゆむらさんだ、あ、そうです、そうです、はいはい、あの定期的にやっている川越さんとのイベントがあって、川越さんがいろんな人と仲良くなるイベント、ね、それが今僕が抜けて会いに行っていたまゆむら千秋さんを迎えてのイベントが行われます、うんうん、そうなんです、でもそれも完売しちゃってて、ね、あれなんですけど、すごい、あ、でもあれ明日、ん、明日、明日じゃない、今日何日でした、今日10日、8日です、あ、違った、あ、全然9日なん、みんな間違えてんじゃん、あの13日に、うん、あのヴィレッジヴァンガード渋谷本店で、うん、あの私の店長就任イベントが、 あの顔を見てその人に合うポップを書くっていう謎のポップ会っていうのをやる、結構それしんどくないですか、結構しんどい、ハードル高い、そうですね、ハードル高いですけど、もともとあの、あだ名適当につけてたんで、ね、イラスト描けるの、イラストも一応あの、うん、習いました、ビレバンさんに描き方、ポップの描き方習いました、これがなんかビレバンでいう定番ですみたいなのを教えてもらって、うん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 、なんでぜひあのか、まあ、心を傷つかない人はぜひ来てください、あ、そういうきつめのこと書く可能性がある、あ、そうです、きつめでいきます、はい、はい、お願いします、ね、私は7月14日でもこれは名古屋ですけど、はい、まあ、競馬ビートの番組東海テレビさんの方がゲストで出るので、うん、まあ、見てもらえたら嬉しいのと、うん、あと7月20日がこれがなんだっけ、
イオンのレイク越谷レイクタウンで、これ埼玉県のオリンピックパラリンピックのイベントがありまして、うんうん、こちらゲストで3時から出ます、うん、ちゃんとした人が出そうなイベント、そう、内村航平選手、あと前 の、 あの、日本代表のサッカーの監督の西野さん、はい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 、タイの監督、そうそうそう、とか筋肉アイドル、あ、そうそうそう、すごい、佐伯さんとか出たりとかのトークショーみたいなのがあるので、うん、こちら来てもらえたら、うん、すごいよね、ちょっと私もやばいもん、大丈夫かね、なんかそう、大丈夫これって思って、すごい間違い感が半端ないんですけど、全然スポーツも今してないし、うん、何話すんだろう、でも逆に面白そう、めっちゃメンツがちょっと不安なんですけど、でもファン層好きそうですけどね、詳しそうじゃないですか、なんかおじさんたちはね、確かにね、おじさんたちはめっちゃいいと思う、うん、なぜメンツでやるんですけど、こちら、はい、こちらがやレイクタウンあるので、よかったら来てもらえたらですね、うん、こんな感じかな、はい、大丈夫ですか、ね、大丈夫です、僕は何もないです、大丈夫ですか、でもトークショーも出たい、呼んでくださいよ、二人のやつ、うん、全然もう時間があった時に、僕の方で配信がない分踏み込んだ話をするバージョンとかもやってみますか、何、こういうような配信のない分、そうですね、より会場限定でより踏み込んだ話をするバージョン、ちゃんとバレないんだ、そう、うん、あ、バレない、そう思った思った、結構言ってるけどバレないんで、こっちはさ切り取ってくるからね、そうなんですよ、私も結構そこから聞いた話あるんで、うん、でもここではやめとこうと思って、はい、すぐ切り取ってさ、はい、なんかやってくるやついるから、うん、やっぱね、うん、ですよねノースイート案件は、ノースイート案件はイベントでその時はイベント来てください、ね、ぜひ呼んでください、本当にはい、ということで、はい、あ、タワーも1本だけ、タワー立てる人いたんですよ、怒っちゃった、さっき立てないでいいのにね、この番組は、ですよね、すよ、だからなんで立ててんだよとか言って名前見たらノギーみたいな、知らなかった、そっちか、そうそうそう、全然ありがとうございます、私関係なかったのに怒る必要なかったっていう、そうそうそう、あ、3万超えた、ありがたい、はい、ありがとうございます、お、ありがとうございます、はい、ということで今日は皆さんどうでしたか、めっちゃ台本読んじゃった、急に、よかった、久しぶりにちょっと台本があるそうそうそう、ざっくりだけど、はい、楽しかったです ね、 楽しかったね、や、うん、休んでもらったからこそのね、うん、確かに、そうそう、そ、休んでも成立することがよくわかった、無理して頑張んないでも大丈夫そうだぞっていうのちょっと初の試みだった感じだ、はい、多分、はい、ね、なるべくちゃんと言ってもらって、今後も、うん、はいはい、お願いします、ありがとうございます、来週は、はい、来週の、あ、そうか、来週の、はいはい、そうです、ですね、7月16日、はい、来週はいますという、そっちはちゃんとこうの部屋やります、そちらですね、ちょっとまあゲストはあ、そうなんですね、です、言わないです、はい、諸事情です、でもちゃんと郷さんはいます、はい、あ、そうなんだ、そうです、はい、以上卵の部屋でした、はい、ありがとうございました、バイバイ。